読むのこれ。コピペすると読むの。めんどくせえな、これ、一回から。危ないな。あーだよ、ボヨムちゃん。息切れてないっていうのを歩いてきたんだから。本当に。いただきまーす。望み誤解抱いていいぞ。誤解抱いていいぞ。お金いらないからコンビニ近い家ください。一回二千円ってこと？望み。金入れたらもういいよ、老化。早えな、もう俺は用なしかよ。はい、確かに確認しました。はよ死ねとか言われてるし。ちょっと待ってね。じゃあ、廊下さんいてよ、ちょっと。ちょっと待って。あ、俺は選ばないよ。いや、選ばなくていいから。選ばない、選ばない。俺あまり運が良い人ではないから。いや、でもね、そういう人に限ってやっちゃうんだよ。いやいやいや、やらない、やらない。とりあえず、6000円分やるよ。いい、やらない、やらない。いや、俺がやるってことだ。だったら、じゃあこれね、もう一箇所じゃなきゃダメ。見てる人にやってもらう。これ、ずらすと、ダメ。また明日とか言われてるし。ずらしちゃダメ、これ。じゃあ、俺がじゃあ、じゃあ決めて。このなんで、今見てる人の、あ、拾って。うん、ID を拾いますよ。で、そこでもう10回、ちょ待ってね、画面取り込む。確変してねっつうんだよ、俺は。はい、じゃあ 2B42 の人、はい、まず一発目お願いします。また来週とか言ってる、君あなたですよー。右上。これ？右上？右上？違う。違う。その人じゃないな。2B42。ごめん、俺。いいか。2B42 の人。まあ、いや、廊下さんが言って。とりあえずそれ選んで。あれ？出てこなくなっちゃった。俺コメントがわかんねえんだよ。ブラウザこれ開いてるから。ああ、そっか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 。あれ？ほら、出てこない。ロックオンすると出てこないんだよなぁ。ずっと左上。ずっと左上。左上。当ててちょうだい。男なら真ん中上。アンケで決めろ。アンケは。アンケはもうめんどくせえんだよ。時間かかんでしょう。俺、中髪。ファイトマネ先輩。いやもうね、10回連続でいかないとダメ。これ。ロックオンしたのに来ない。場所変えない。場所変えたら終わり。廊下さんはよ。目をつぶって引いて。ロックオンで決めろ。はい、じゃあ、はよって言ってる君。あ、じゃあ40番ね。40番。いいの人。分かった、お前ね。40番の人だ。429E の人。どうなんだろうね。429E。429E の人。真ん中下。出てこないんだよな、ロックオンしちゃうと。429はよ。ほんとだ。みんな、お前が決める、お前が決めるいう割に。して、命令者、指名されると逃げちゃう。そう。ほんとか指名されると逃げる。来た来た来た。上右？上右？429、あ、まあまあまあ、これは結構いい値段で売れるんだよ。まあ、これには入ってないし。まあ、超大当たりだからな。当たりなのこれ。当たりだ、一応。まあまあまあ、メーブはいいや。メーブは使える。ね、6F49 の人。いやいや、もう一箇所で絞らないと。え、まあ何？もう一回決める？じゃあもう一回言って。6F49。6F49。うん。次、俺の人はその次ね。ちょっと待っててね。一回一回変えてやるか。6F49。うん。あ、来た。真ん中上で。真ん中上？オッケー。俺も。あー、残念だわ。お前、真ん中下じゃねえかよ。真ん中下じゃん、今の。残念。はい、じゃあ次は、わー、流れも早いな、俺は。ちょっと待って、待って、待って。どこ行ってよ。C3D。いいよ、謝んなくていいよ。大丈夫だよ。大丈夫、大丈夫。全然謝んなくていい。別に俺適当に選んでんだけだからね。それのかダメなのかが分からねえ。左下。俺俺俺俺。俺俺俺アピールうぜえな。うざいな。金出せよだったら。真ん中下。いやーもうね。右下。あ、来た来た来た。右下だ。右下？もう。サメちゃん、腰大丈夫かいな？いやまあまあ、ブラックコーラルはまあいいね、なんで。一発やらせろ。あ、これはなかったね。はい、じゃあ俺に任せろって言った人。あ、俺に任せろ。じゃあ59番。2、右から5番目。やらせろ。難しいよ。難しいね。これは決まってんだよ、もう、この段階で。でしょ、決まってんでしょ。やっぱ決まってんだよ、ある程度。うん。左下？
違う、この人じゃない。59番でしょ。ああ、そうか、59番、この人は、うん、左下。左下で決まり。はいよ。あ、まあまあ、これはいいんでたんで、売れる。いや、まあ、左上じゃねえか。なんでお前らちょっと違うんだよ、微妙によ。もうちょ、頑張れよ、お前ら。ちょっと違うんだよ。真ん中上で真ん中下にあるし、まあ、左下って左上にあるし。微妙なんだよ、そこ。惜しいな。あと5回だよ。はい、やりたい人いますか？なあ。左上だったな。あ、やらせろって言った30いいので。でもこれね、パターン分かったかもしれない。2回に1回入ってる、今んとこ。30いいの0の人。やだよな、やりたくなくなるよな。わかるよ。プレッシャーかかるもん。そういうなんか、出ちゃった時にはな。真ん中下ですって。真ん中下？うん。お前、来いよ。あー、まあ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 、これはまあ。あ、これはなかったね。じゃあやっぱね、2回に1回入ってんだよ、これ。次入ってるよ、これ。これ入ってる、これ入ってる。次入ってるの？これ入ってる。2回に1回出てんだよ、今。いや、俺にやらせてくれーって言ってる。3A5B。あ、わかった、52番ね。わかった。じゃあ俺が、左上、右下。早いな、こいつ。右下？お前、これ入ってんだからな、これ。これ入って、右下でいいんだな、お前。ほんとに。ほんとに右下。お前、カオルに6時間流すぞ。外れた。右下でいいんだな、お前。絶対いいんだ。ファイナルアンサーだな、お前。52番。ファイナルアンサーな。ファイナルアンサーなのか？これいいのか？ケツちゃんで。いいのか？お前信じるぞ。全然違うじゃねえか、お前。あ、入ってないな。あ、よかったな、お前。よかった、入ってなかった。あと4、あと3回。あと3回だって、早くやりたいと。あと3回、とりあえず3000は3回。ミノモンタはいいです。頼む、当ててくれ。俺が乗るから。あ、わかった。はい、じゃあ5782の人。あれでー、頼む。俺にやらせてくれ。やらせてみっけ。真ん中下、廊下準備しよう。5782。5782。当たるよ、当たるよ。うん。当たることは当たる。当たってる人はいるんだよ。やりてー、5782。でもこれ完全にリアルマネートレードで買った方が早かったよね。もう3万ぐらい使うんだから。どうなのかな。7000金で売ってんだから。下から3番目。真ん中上。下から3番目ねえよ。あ、真ん中下だって。これね、これでいいんだな、お前、ほんとに。ファイナルアンサーだ。823ね。真ん中下ね。60番、ほんとにいいんだ。見た。真ん中下でいいんだな。いいんだな。信じるぞ、お前。IP アドレスが無理なんじゃない？真ん中上だって。真ん中下だよ。ってことは真ん中上が当たり？あ、それあかん。やりさ。まあ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 、落雷したっきか。あ、これなかったな。よかったな。次入ってくんじゃない？次入ってくんじゃない？確率的に。確率的にこれ入ってると思うよ。また俺にやらせてくれ。はい、じゃあまた 3A5E の人またやってみる？ 3A5E、何？リベンジやるってこと？やらせてくれ。リベンジするの？リベンジしたい。外れはない、とりあえず。まあまあまあ。メイフも使えるし。メイフなんかいくらあったって言うんだから。次は入ってる。頑張れ、わら。左上だ。これは入ってるよ。メイフなんか多分10個で450円とかすんだ。今度は外すなよ、リアルマ、公式で売ってるアイテムモールで。左上。外したらすぐに。左上じゃあ、とかつってね。左上？左上？アウトロー。お前信じるぞ。真ん中上でミスタードーナツ。俺は外角や。全然じゃん、お前。一番安いやつじゃん、これ。あ、でも入ってない、入ってない。はい、ラスト。とりあえず3000ラスト。わらわら。ラスト？ 3000 はね。3000分しかまだ買ってない。はい。俺次って言ってる、ピクシーさん。ラストかも。でも入ってなかったもんね。入ってなかったから。入ってなかったから、とりあえず。これに入ってるかもしんない。はい、じゃあラストピクシーさん行きましょう。おい、ピクシー来い、ごめん、やろう。カモン。いや、キックはしないけど。そんなことはしない、やらしといてさ。俺は引かないよ。入ってんね、たまに入ってんね。これは入ってる。何の頭削る？いや、真面目に真面目に。時間がないんだ。まだまだ、あと10回あるから、チャレンジは。これ完全に竹本だろ。カモンタツオ。真面目にやれや。外したらキックかよー。いや、キックしないよ。おしこい、ピクシーよ。ピクシーだよ。香りなしな、わかった。入ってたらわかんないよ。真ん中、フォーク。右下。あ、来た。右下だって。いいんだな、お前。
いいんだな、後悔はないんだな。よし、行くぞ。あ、まあ、メイクか。まあ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 。あ、入ってない、入ってない。オッケー、了解。そしたらまた買うわ。外れたらカオリン好きだよ。カオリン好きだよ。ちょっと待って、買ってくる。まあ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 。まあまあ、切り替えてこう、切り替えてこう。入ってないのばっか。入ってないな。連続で入ったからかな。スクラッチ面白いね。面白いな。どうなんでしょう。切り替えて買う。閉まっていこうぜ。閉まってこう、閉まってこう、決まってこう、決まってこう。はい、決めてください、ローカさん。ローカさんコンビニ準備。カモンタコ。俺がまたコンビニ準備だな。そうなるな、これは。だから買ってきちゃいなって言ったんだよ。いらないっていうの、コンビニは。はい、次誰か買ってきてね。目をつぶって削るんだ。ダメでしょ。信じろ。遅れ兄さん任せ。約束と違うでしょ。見てる方もワクワクしてくる。どうか先輩ひ。それは約束と盛り上がるんだよ、これ本当に。もうコンビニ。で返すからだね、本当に。どっちみちナツコ行くでしょ。来月。ナツコ行くでしょ。来月か再来月かわかんないけど。8月か。お金入るの8月から。ここまで寝て削れ。ナツコ。コンビニ廊下、飽きらへん中。夏子？だから、7月末に入るから、8月行こうよ。ああ、要領下げ。そういう意味ね。え、でもあれ、もう、お金のあれはしたの？もうしてるよ、申請は。夏子、申請は出したの？もう出してる、出してる。だから、何もなければ入るはず。左上を3回連続で出ます。だね、月末だもんね。今月末でしょ、確か。今当たったら、このね、レッドサンダーっていう、見えるかな。はい、こんばんは。俺、ポンちゃんじゃないけど。見えないか。で、レッドサンダーってのが当たるんだよ。とにかく、騎乗動物。右上信じていいんだな。だから、ルーカさん早く決めてよ。俺は決めないよ。じゃあ、じゃあ、だから、コメント。あー、コメントね。うん、はい。選びたい人お願いします。誰かいますか？左上でほんと出んの？今のドアね。ダッシュはしませんよ。コンビニダッシュだよ、コンビニダッシュ。オール右上。はいはい。オール右上で、じゃあもうオールで行こう、オール。はいはいはい。オールで決めて、ローカさんコメント入れて、そこオールで行こう。10枚オールで。オール？何オールって。オール全部、全部そこってこと。あ、全部？いやもう変えちゃダメだよ、これ。はい、じゃあ、モッチさん、はい、お願いしまーす。モッチお前やれよ。モッチさん、全部お願いしまーす。全部同じ場所、左上。うるせえ。うちの姉ちゃん奥だよ、もっちよ、お前。うまいなぁ。お前当てろよ、もっちよ、お前。当てなかったら、お前あれだぞ。アコム出しちゃうから。もっち行けよ、お前。あ、もっちもあれだよ。ルーカさんと同じ名前なんだよ、もっち。もっち、運ねえんだよ、もう。パチンコ行くと絶対、もうね、大負けすんだよ。昔、10年前。左上。左上。右上？右下？右下。右下っつって。外れたらキックだからな。アコムダッシュな。もっちアコムダッシュな、外れたら。右下な、お前。あ、まあまあまあ、これはいいよ。あ、入ってない、入ってない。大丈夫、大丈夫。入ってない。右下だろ？まあまあまあ、どれ入ってんのかな。あ、入ってないね。そろそろ来んじゃない？そろそろ入ったやつが来るはず。オール右下でしょ。まあ、入ってなくても大丈夫じゃないけど。やべおい、もっち、マジ死ね、お前。真ん中上じゃねえかよ、もちづきてめえ。え、入ってたの？入ってた、今、右、真ん中上に。なあ、真ん中上ってたじゃんな。これがダメだな、多分。もちづきてめえ、この野郎。うるせえよじゃねえよ、お前。お前、真ん中上2個入ってんじゃねえか、連続で。え、また入ってた？真ん中上連続で来てんじゃねえか、おめえよ。ふざけんな、お前、マジで。おい、真ん中下にもあんじゃん。3枚連続で出てんだよ、これ、今。もう今さら変えられねえよ、場所。もちづきてめえって。真ん中、え、右下って。俺の方が悪いの知ってるけど。一番知ってるよ、お前の方が悪いの。真ん中上多いね、これ、完全に。真ん中上、真ん中上、真ん中下って来てんじゃん。じゃあ右下来るか、もう。
おいお前。しかもほとんど5人みたいなアイテムしか当たんないんだよ。わあまあ、左下か。そろそろ出るんじゃないの？じゃあ。いや、出るかな。真ん中に先行しようよ。来てる来てる。使えないなんだな。もう30やっちゃうから、そしたら1万円のな。オールはダメだって。帰れないの？お金がないもんな、でも。家建てらんねえ、これ。聞こえてる？押し押し？右下ダメだな。結局そういう使い方しちゃうでしょ？違うじゃん、こういう使い方が目的じゃん。おしっこ漏らしました。ダメだー。昨日も真ん中に。うわ、左下、真ん中上が2回、左下が2回。真ん中下、もうやっちゃうぜ、これ。1万円で許すよ。右下最悪、わらわら。モッチーもう外歩けないぞ。もう。望月、お前。ゴミばっかじゃんか、わらわら。ゴミばっか一番運の悪かったかもしんない。お疲れ様でした。ゴミしか出ない、わらわら。真ん中だってー。真ん中。やるおかさん、もう一回選んで。誰か。来そうだ。もちづきはおしっこ。いやーまあ、来そうだよな。真ん中上2回がな。え、パターン分かってきたね。真ん中上で左と下が出やすいかもしれない。はい。じゃあ俺にやらせろって言ってる。E の2183。俺まあ、モッチ選ぶ時点で、ローカさんの先輩だよ。何これ、モッチの運のなさを知らなすぎる。あれはモッチ、台風の身に自転車乗って腰痛めて仕事休んだんだからね。モッチ、なんか、まだ、なんて、腰が痛いって言うから、なんで腰が痛いのって言ったら、台風ってどんなもんかって自転車乗ったらこけたって言って。お前、腰痛い。右上だって。右上。選んだ。右上出てないよ。決めたーい。だから言ってる。でちゃん、だから右上行くの。わかんないけどね。モッチヤコムダッシュ。183を運なんでしょうか。うちの姉ちゃん250万の1位だからね。真ん中交互に。のぞみが右上って言ってたぞ。右上？じゃあ右上行くよ。右下。右上やらせろ。まあまあ右上行くか。あえての右上だ。左上来るよ。わなえとか超いらねえわ。中下。いや、右下なんでこういう時にさ、このモッチの運のなさわかる？もし、モッチが右下って言わなくなった瞬間、右下に行くっていうね。この運のなさ。うわ、10年前と変わってねえ、何にも。何も変わってねえ、マジで。ここで右下に出んだよ。うわ、あと1回あればモッチ出たんだよ。うわ、すごい運のなさ。これは関係ない。まあまあ、これはモッチ悪くない。ここで右下、ここで右下か。ああ、真ん中下か。これは、いや、これ真ん中上行く？どうする？これ今ここが来て、今ここが来たんだよ。作戦中とか言われてるし。あと8回だよ。これ真ん中出る確率高くない？中下って言ってたよね。全部モッチーのせい。真ん中狙った方がいいかもね、これ。右、いや、浮気は許さないっていうか、右上。移動。モッチーは切らへん中。削る前に原作でパフォーマンスしてよ。真ん中交互に。モッチーは切らへん中。モッチーを攻めないであげて。モッチー悪くないから。これはもう運だから。真ん中交互。残念だけど、廊下さんも。今下出たから。廊下さんに謝罪しなさいよ。2回出る可能性あるんだよね。2回同じ場所が出たから、さっき真ん中上、真ん中上って。真ん中交互だよ。もう真ん中狙おう。真ん中上行く？真ん中上。盛り上がってきたな、わら。この右下だ。真ん中行こう。真ん中上。これさんのゲーム？左。いや、ここのどっちかなんだよ。もうね、パターンとしてはもう右下と左上は出ない。ショックだな。あ、じゃあ右上と左上か。左上。いけー。この二つは出なさそう。真ん中が出ると思う。苦手なのは真ん中上。ついでにパン連続で。真ん中で当てたら気持ちいい。下だな。これで右上だろうな。左上出る？左上出るか出てないか。あえての左上ってことここ。今真ん中下、右下は真ん中下って来てるから、左上に来るってこと。真ん中。右上を狙ってると見せかけて左上に来るってこと。で、これで右上が来たら俺、まあ、間違いなくモニターぶん殴るよ。いや、浮気すんの怖いわ、マジで。いや、左下。だってこれ右上が出る可能性も、左上が出る可能性も、どっこどっこ。真ん中上？じゃあ、右上はない。歯もない。右上はない。これには入ってない。これには入ってない。じゃあ左上。中出しな。右下だろもう。じゃあ左上行こう。左下。予言者とか言ってるし。うわ、微妙。浮気禁止。あ、じゃあ入ってないな、入ってないな。真ん中。一球入魂で行こう。こう次が出んだよな、ここがな。ここが問題なんだよ、今。真ん中下です。真ん中下？信じていいのね。ここは俺に、
もう真ん中。ああ、まあ、冥府か。左上。左下。あ、まあ、入ってない、入ってない。真ん中行こう。真ん中で攻める、真ん中で。光具合何か違いがあるかな。何？光違い？占い師にデコチロ。真ん中、真ん中、真ん中。ないでしょ、この光は。左上。左下。いや、左はないよ、左と右は。真ん中の2個だよ。下の口で。真ん中の2個、真ん中の2個。これは真ん中の出る確率が半端ないから。真ん中。望むどこ？真ん中。真ん中、真ん中、真ん中。中下。左上。絶対に負けられない戦いがそこにはある。左上。まあまあまあ、落雷しちゃったか。真ん中。まあ入ってない、入ってない。右上。真ん中。入ってない。よしよし。真ん中、真ん中。真ん中。ないないって。歯もけもない。歯もけもないよ。銀座の場にでこ。右下で行け。いや、右下で行く。左下。左、右下。うわぁ、冥府だよ。そろそろ真ん中。廊下さん、アキレス。うわ、真ん中上だ、やっぱ真ん中上だよ。中だって。やっぱ真ん中上だ。真ん中。真ん中だ、もう真ん中。真ん中。わらわら。もう真ん中だよ、絶対。ほらー。やっぱ、わら。真ん中なんだよ。神様のお告げ。真ん中下。今真ん中上ではってことは、まだ真ん中上行く？真ん中だって。ほらー。絶対真ん中だよね。もう、中下。せやな。廊下さん。ここで右上だな。わら。廊下さん。はい、もう一回お願い。真ん中ないな。あと一回だけ、一だけでいい。今日は終了。お願い。返すから。いや、ここで出なかったら俺ほんと悔しいもん。もう切りないって。たぶんちゃん当たんないとき当たんないって。一点集中にしろ。あんなか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 あすか。今日は終了だ。ちょ、うるさ。返すから。いや、ほんとにお願い。悔しい。もう諦めろ。家立たないんだよ、これ。中毒すぎる。悔しい。違う違う。だから、スクラッチやった方が盛り上がるし。立たないんでしょ。頼むよ。頼む、お願い。俺が使えねえのかよ。おかしいだろう。いや、それはない。それはない。廊下さんに俺はお願いしてる。俺が悪いんだもん、全部。廊下さんコンビニだ。全部俺が悪いんだもん、それは。おかしいな。俺のリアルアップはなさすぎんだ。右上なんです、実は。これで右上来る。出るまでやる気だな。真ん中が来たよね、今。廊下さん。いや、右上来る。今度こそ、今度こそ。ここまで、わー、来ねえわ。今までの苦労が全部無駄になる。計画性マイナス。あ、入ってない、入ってない。廊下さん金渡すと腐るだけだぞ。ドーナツも腐ってる。いや、もう腐ってる。これ以上腐んない。財布じゃねえか。皆さんお願いします。もっちも言ってるんで、もっちも多分悔しいと思うんで。右下。いや、お前黙ってるんですよ。あんなか。あんなか。お願いします。中下お願い。今日スネー出てるから絶対返すから。廊下先輩貸して。右下。望み、わらわら。悔しい。怪しい。あんなかいや、本当に返すじゃん、俺。こないだって払ったじゃん、俺、お金。俺、払う、そういうとこあるでしょ。お金にケチケチしないでしょ、俺。ケチケチはしてないのはわかるよ。でも、つっても、ね、いや、わかってる。でも、とりあえず、お願い。使うときもパッパ使いすぎ。ギャンブルで使ってるわけ。まあ、ギャンブルだけど、例えばパチンコスロット行ってるわけじゃないんだから。変わんないよ、パチンコ。いや、耳はなってるもん。耳は。ギャンブルだよ。出るまでやろうよ。やんないって。明日しよう、わら。切りないわ、わら。廊下先輩。真ん中下だ。もうやめとけって。リスケルトラスしてあげて。群馬県真ん中。廊下さんも出遅れだな。廊下さん泣いてる。廊下さん。いやー、マジ悔しいわ、俺。真ん中上、マジか。森手名ふざけんな。使い道か、アホ。もう諦めろ。廊下対戦で処理してるの。韓国やから流れてないよ。廊下さんお願い。廊下の切り札だよ。流れていく。切りないよ、わら。うわー、右下だ、今度。廊下さん頑張って。廊下さん、お願い。でもここまで外れると。今までの苦労いや、もう右上行くわ。右下。いや、もうダメだ、これ。あと何枚なの？もうゼロです、これで。あ、これゼロなの？ほらね。いや、ほらねえじゃなくて。だって、当たんないときは当たんないんだって。いや、じゃあ当てたいんだって、これは。俺に任せろ。いや、もうねえよ。あらら、もうねえよ。俺に任せろとかもうねえよ。それはもうないでしょ。いや、ここで引き下がるわけにいかないでしょ。ここまで金つぎ込んで。一番すんのが。廊下さんいや、こう、ね、例えばさ、3000円、6000円だったらさ、ああ、もうやめようと済むけど、もう3万使ってんねん、これ。それで出ないんでしょ、まだ。だから出ないけど、3万使って結局出なかったら、ここで引いたらさ、だら3万使って出ないってことは多分、あと3万使っても出ないって。だから3万使ったら3000円出るかもしんないんだよ、次。真ん中狙ってよ。どうかな。さっきだから、昼間の勢力チャットで、お金使ってもね、一回使ったら出ませんって、最後の3000円でやったら出ましたって人がいたの。なんだ、出る人は出るかもしれないけど、
明日でしょ。俺は出ないと思うよ、サメちゃん。サメ島はここで終わるくつべらじゃない。いや、ここで終わったら意味ないじゃん。サメちゃんギャングラー、ここで使ったら運営のね、罠にはまるだけだよ、サメちゃん。でもだってみんな楽しみだって10人ぐらいいるよ、俺、行くといい。何が当たったことあるのかって、当たってる人はいる、何人か。真ん中下。あ、それ当たったことはいるでしょ。そう、ここでやめたら3万は無駄になるんだよ。意味ない。だからロードさんの1万と、昨日ウェブマネーくれた2万と。別に俺のコメントは見れるからいいよ、別に俺。スマホからも見れるから。いやいやいや、本当ロードさんには感謝してんだよ、俺は。でもここで期待に応えるのが俺なんだよ。みんなの。他に誰か払ってあげなさい。まだ真ん中上とかまだいけない。ダメなやつなのってか、ギャンブルだけど。ギャンブルもいいとこでしょ、サメちゃん。え？ギャンブルもいいとこでしょって言ったの。いや、これはギャンブルだね、まあね。ネックレスあるよ。あるあるある、ネックレス。ただ十字架でどこしまったか忘れちゃったの。ほら、ここ引っ越してきたじゃん。だから、それで困ってんの、探してる。お前黙ってろ。俺と同じで必要はそうだからな、笑わら。勝たないギャンブル、笑わら。いや、お願い、廊下さん。勝てないよな。これは。でも誰も出資してくんないね、でもね。いや、まあ、いや、くれる人はくれるよ。昨日だってくれてるし。昨日だって2万切ってもらったし。あ、そうだったの、昨日そんな出たんだ。1万円最初もらって、3000円もらって、7000円。あ、1万3、2万3000円だ。2万3000円もらったんだ。すごいね、でもね。いや、そうやって、やっぱ応援してくれる人がいるから、ここで引き下がれないんだ、俺は。本当に。で、だから、廊下さんにちょうだいとは言わないんで、貸してくださいなんで。絶対に返すから、それは。サミちゃん、怖いなぁ、ほんとに、もう。怖くないでしょ。俺だって来月お金入るのは分かってんじゃん、ローカさんも。いや、お金入るのは知ってるよ。でも、それはほら、サミちゃんがどうするの？それはサミちゃんの自由じゃん。いや、でも俺はだから返せるから。俺のお金でもないじゃん、それは。え？それは俺のお金でもないでしょ。だから、もし今貸してくれんだったら、あなたのお金じゃ1万円。あ、2万円か、これで。もういくらかわからないもん。いや、もうわかんなくないでしょ。2万5000円でしょ。まあ、そんな俺もらってないよ。交通費の件は別にどうでもいいんだけどね、もうね。交通費、あれは助かったから別に返すし、全然。あれは出てほら、俺は気持ちで払ったから。いや、もう助かってるから、俺は返すから、絶対お金があったら。アコムとか言ってるばかりいるじゃん。アコムなんかしねえよ。まだね、来月末までねえんだよ、お金。財布の中にまだ入ってるよ、金は。いや、お願い、お金は返すんだよ。40万。ここに引き下がれない俺の気持ちを分かって。削るぞ、お前ら。ほんとに。ここで引き下がれない、俺の気持ち。あったか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 った。じゃあ、またもう一問だけだね。もうそれでやる。やめない。やめるやめる。もうそれでやめる。あと2回。だから要するに6000円分だけ使って、でも他のことにする。あと20回。そんな方がいいと思うよ、俺。もうそうする。で、ちゃんとお金は返しますんで。まあまあまあ、分かった分かった分かった。じゃあ、とりあえず、もう使ってますよ、じゃあ今。お願いします。はい。いやー、廊下先輩最高ですよ。真ん中下。じゃあ、またかけてください。はいはい、わかります。はい、失礼しまーす。いや、悔しいよなー。閉まらないと、コンビニは。真ん中で行こう。真ん中上で行こう。いや、もう真ん中上、でも真ん中上出てるから真ん中下か。次こそ当てるぞ。全部、真ん中。嘘でしょ。廊下、わらわら。廊下、わらわら。どうする？真ん中下。真ん中下に行くか、真ん中上で出るパターンが多いんだよ。タイプだな。あと20回中真ん中上来るでしょ。1万じゃ少ねえよ、妖怪。廊下、わらわら。いや、連続ではしないけど。いや、右下は絶対ない。他の親見たら泣くぞ、わらわら。真ん中下？肩にはまってる。絶対通ったらねえから、わらわら。廊下さんしも。いや、当たる当たる。わらわら。廊下にちゃんとお礼言えよ、サメ。お前ら悪口言うなよ、スマホで。真ん中狙う、真ん中狙う。真ん中狙う、絶対真ん中狙う。真ん中の上か下か。二分の一なんだよ、もう。これは六分の一ってやめろ。真ん中固定。あえての二分の一って考えるでしょ。上か下か。ちゃん変化をして。全部真ん中で攻めろ。真ん中下。どうか。真ん中下？わら。中下。ま、中下か。中下かな。真ん中行ったみたい。中下。どうかさんって金持ちなの？庶民。サメちゃん、ちゃんと真ん中狙ってる。真ん中狙う、狙う。それが。いやでもさ、モッチーのあの持ってなさってすごいね。右下って言って、変わった瞬間右下に来るっていうさ。あの、なんかもうね、うわーって思う。すごい。一番出てるのは真ん中下。え、真ん中上じゃない？一番出てるの。
ど真ん中、モッチ元気か、バックすごいお前は。昔っから思ったけど、お前はすごい。本当に。なんか俺がさ、読売新聞で、店長と喧嘩したの。バイクが壊れて、そしたらなんか、持って配れって言われたから。喧嘩したの。そしたら、で、うちの姉ちゃんと店長煽りまくったの。で、姉ちゃんがハゲていった瞬間、モッチ腰痛めてるところに胸ぐらつかまれて店長に、壁に叩きつけられて、痛いなんでそこで俺と姉ちゃんに来ないで、モッチに、店長がコップとか叩きつけて、痛い。すげえ運がねえんだよな。それとかなんか、スカイライン乗ってる時に、前の青い車を走行してたの、20分か30分くらい。池なんてあれ。スカイラインだ、あれ。そしたら、モッチなんか、なんでついてくるんですかとか言われて。で、モッチ一言、警察呼びますよって。お前が呼ばれるんだよ、みたいな。いや、モッチはほんと面白い。早いよ、まだ。右下で行くからね、右下。遅くない、遅くない。右下で行く、あ、真ん中下で行くからね、真ん中下。もうこれで出なかったら諦めよう、20回。もう20回やって。持ってないな、モッチー、わら、おせよ。はぁ、もう一回行かせるか？いやいや、もういいや、もう、もう。真ん中下。真ん中下。中下ね。中下で行こう、もう20回。遅くねえよ。やめろよ、そういうこと言うの。上岡さん、わかんない、何歳か。聞いてない、年齢は。2万。お金返すから大丈夫。それお前が返す。あ、望月やな。なんでこんなに出ないの？なんでこんなに出ないんだろうね。出る人は3000円で出るんだって。いや、もう確率なんだよ。運なんだよ、運。もうほんと乱数だと思う。まあね。一箇所にしよう、もう真ん中下もう。デリー出たわ。いや、今ちょっとごめん、デリーとかやってる場合じゃねえんだ、ごめん。ごめん、俺レベルどんどん上がんないけど。ちょ、今、とりあえず、レッドサンダー手に入れないと。オールにするよ。オールにしちゃダメだよ。サメちゃんに20キロ、投資しちゃったのかよ。投資じゃない、借金。廊下をせえよ。廊下後に買いコンビニ。や、真ん中下。追尾する、あ、追尾する。ちょ、待って、追尾する。廊下にちょっと同情してきた、わら。レッドサンダーって強いの？レッドサンダー強い。対人には、これいるんじゃないと。ちょ待って、読んでみるよ、今。ハイド時、移動速度の遅くならない、戦闘向き騎乗ペット。かかるね。いや、2時間もかかってないよ。多分。2時間もかかってない。廊下はもうコンビニで待機だな。てめえのは風船かとアンテドの仕業か。多分な。廊下さん、ほんと優しいな。優しい、ほんと優しい、ありがとう。廊下は知ってねえな。パンも買って。遅くないでしょ。まだ8分とか7分しかかってない。コンビニ前からスマホで見てろ、廊下、わらわら。タバコも頼め。廊下バックでたんじゃね。バックでてねえよ、お前らが悪口言うから。悪いんだろ。廊下は、走ると、怒られる。あ、廊下はね。廊下の使いなさは異常。廊下さん元気、わらわら。ついでにマヨコーンも買ってきてもらい。廊下石ころキャッチャー。はい、オッケー。オッケーよ。追尾者。廊下の年齢聞け。メロンソーダ。いや、年齢はわかんない。メロンソーダもん。いや、いいよ、いいよ、いいよ。廊下泣いてる。廊下泣いちゃうよね。お前らにここまで言われてさ。いや、使えてるよ。やめろ、悪い。やめなさい、おるんさ、匿名のあおる人。やめなさい、ここまでやってくれてる。廊下をせー。化け物あご男子 M。てか、呼び捨て、わら。呼び捨てないな。廊下をせーよ。廊下金持ちだ。あのさ、この坊やみちゃんの声で言うと可愛いよね。この坊やみちゃんの声で言うから可愛いよ。だ、まだ許せるよ。これがうなちゃんボイスだったら、ちょっとショックだよね。モッチーの面白いエピソードないの？あるよ、いっぱいあるよ、モッチーは。いや、ある、いろいろ。モッチー。腰痛めて、で、EK ワゴンで、うちの姉ちゃんが持ってた車に、なんか引っ越し品とかなんか結んで、キックボードを繋いで、モッチー乗せたの。で、光がなんかぐるぐる回ってたんだ。それ、ドブにさ、網のさ、蓋がかかってんじゃん。あそこにタイヤがはまって、モッチー5メートルぐらい転がって、5分ぐらい動かなくなったの。で、あ、死んだのかなと思って。なあ、5分ぐらいずっと見てたの、姉ちゃんと。あれ動かないと思う。廊下はいい財布だな、わら。いや、財布じゃないよ。
農家さんは、のぞみを、好きにしてよし。まあな、その価値、それぐらいはいい。ずっとコンビニの行き帰り一人で四十文字。もう言ってやろ。もっちーは面白いピソード、腐るほどあるよ。ゴブ見てるって、わらわら。助けてあげな、わらわら。もっちーは腐るほどあるよ。ほんと。もっちーして、あのね、素人童貞だし。もっちー、素人、顔がすごいんだよ。素人童貞。風俗クリーだから、風俗クリー。わらわら。わー、わらわら。のっちーは、のぞみの、唇を上げる。わらわら。名字はかっこいいのにな、わらわら。かっこいい。どう顔せえな、あの野郎。見た目はキム・ジョンナムみたいな顔してるよ。遅くね。キム・ジョンナムみたいな。ご褒美として、のぞみのキスをプレゼントしてあげよう。腐れ、サメ一般受け。いっぱい、いっぱい来てるよ。どうか、誰もっちで、姉ちゃんの前の10年前ぐらいに友達。笑いすぎだから、わらわら。悪口言ってるやつ、全部 NC やな。廊下さんお帰りなさい。人のぞみが結婚したらどうする？どうもしないですよ。もっちいい男だよ、でも優しいもんすよ。あの、ディズニーランド行くときに、もっち、仕事終わって、そのまま、あの、ディズニーランド運転しちゃったの。もっちちょっと寝ちゃったんだ、車の中で。そしたら姉ちゃん10円玉寝し始めて。それで、首元に置いたら、ジュって言ったの。その瞬間、もっち怒って帰っちゃった。もう帰る、とか言って。すごい優しいと思う、俺。あれだったら俺だったらぶっ壊れにしてるもん。いや、言ってるよ。すごい優しい男、ほんとに。ジュって言ったもん、俺聞いたもん。ジュって音。で、帰った後、うちの姉ちゃんなってたと思う。あいつめんどくせえよなって。お前が一番めんどくせえよって。じゃあ、お前が言ったんだ、一言。言ってません。言ってません。俺は、あ、こいつバカだ。こいつ最低だなと思った、俺。あいつ本当めんどくせえな。カクアアイさんから着信。カクアアイさんから着信。はい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 。はいどうもどうも、お帰りなさいませ。また送りますよ、じゃあ。あ、ちょっと待ってね。はい、OK です。いいですか？はい、いいですよ。じゃあ俺は何もしてない。これか。これ？そうそうそう。あ、今貼った？あいを。廊下の引き出し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 の引き出20代？20代ではないね。20代ではない。コンビニはね、歩いて2、3分。45。はい、買いました。オッケー。ちょ、待ってね。おかえりの、打算がオフラインになりました。40代、41、30分だと、またコンビニね。30分後また、いや、もうこれ最後にしよう。もうこれ2個買って。キリがないでしょ、皆さん。もう。2個買う必要あるかな、これ。いきなり1回目で当たったら悲しいもんだ。ああ、もう OK なんだね。1回ずつか。追尾切れた。ちょっと待って。ちょっと待って、追尾やるわ。サメちゃんのたかりや。サンキュー。あ、間違えた。決闘になって、ごめん。キャンセルして。あ、追尾した。じゃあ行くよ。俺に任せとけ。そうね。いやいやいや、もう右下でしょ。受けてるのか。あ、真ん中下でしょ、真ん中下。いや、もう真ん中下、真ん中に絞んの。真ん中下ね。もう真ん中下で行くよ。真ん中下。もう真ん中下ね。折って了解。廊下さん、声がめくれ警部に似てる。廊下いいやつ。コンビニ店員、この人が廊下さんか。廊下先輩、行くぞ。やればいいな。いや、まあ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 。真ん中下に。あ、入ってない入ってない、大丈夫大丈夫。のぞみに選ばれ。いや、もう真ん中真ん中真ん中下。もうぶれない。もうぶれない。あんたたち、行くわよ。おしおし、出てない出てない。出てないから、とりあえず真ん中下来る。来る来る来る。のぞみ、勇敢付着だぞ、ボケ。行っちゃいましょう、社長。外れ、糸風。うわぁ、右下じゃーん。コンビニの有名人、フォークボールで行け。もう真ん中下じゃない、これ来る真ん中下。わらわら、わらわら、中髪。
真ん中中髪来る。わらわら。どうかさん靴はいて。ブレない。あらー。ブレないブレない。わらわら。ブレるな。ブレるなブレるな。信じろ、自分を信じろ。から言ってんじゃん。うわー。いやー、参ったなぁ。なんだよ。ブレるな。信じろ。いやー、わかった、信じる、信じる、俺は。どこ選んでも6分の1じゃないガチャ商法か。ブレたら負け。ブレたら負け。あ、出てない、出てない。流れは来てる。これで真ん中下来るんだよ。多分。廊下ブラックコーラルか。真ん中ゾーンにもしよう。中髪。ブルってんじゃねえぞ。うわー、右下2回出なかった、今。今、右下2回だったよね。ここまでガチャ商法にどっぷりなのも笑える、わらわら。ブレない。ブレるな。出たね。出たよね。ブレるなよ、絶対にブレるなよ。絶対ブレない、絶対ブレない。中髪も当たれ。出たな。画面ずらして、わら。いや、画面ずらしてってか出てるんでしょ。ブレたらダメ。ブレたらダメだよね。わら、まあ、落雷した木はまあまあ、売れるからいいか。出ない方が面白い、わらわら。いやー、参った。いや、でもあと10回ある。あと11回。いやごめんって。うわー左下か。いけいけけけけけけ。左下か。またもうワンチャンス高い出すの画面見えてる。わら。ポーカーフェイス。九一回じゃ無理。ブルってんじゃねえぞ。お前4万ぐらい使ってんぞ。頑張れ。4万使ってるぞお前。頑張れ。ブレないからね。もう少し引っ張っていこう。これはもうモッチーの出番。いや、モッチーはもういいよ。この辺で借りたのかもらったのかはっきりしとこう。わら。いや、借りたの。うわ、右下2回か。4万万。来る。中髪。普通にオムトで金買った方がいいんじゃねえのか。な。わら。また靴履く用意しよう。これでも出なかったら伝突だな。わー。3回だぞ。いや、マジかよ。俺、今日誕生日だぞ。やらせて。あらー。いや、ダメ。真ん中下からブラしたな。だから右下だって。いや、右下2回出たなぁ。うわぁ、左下廊下さん用意しとく頼む、来てくれ。中上。一回ログアウトしろ。一回消す一回消そうか。わら、ゴミしか出ない。ちゃんと見しつけて返せよ。頼むー。一回消して。そろそろ真ん中。いや、真ん中下、もう真ん中下一点集中。アキレス腱伸ばそう。わら、ブルってんじゃねえぞ。運営の北総 M 顔が目に浮かぶわ。うわ、真ん中上か。出るなぁ。いや、出る。信じろ。下げ下げだろ。廊下さんそろそろ出発して。信じろ。うわぁ。外れしか出ない。わら。ダメだね。うわ、真ん中上2回じゃないと手に入らないの。うわ、萎えるわ、真ん中上2回って。次出るかな。真ん中上もう1回。諦めません、出るまでは。わらわら。廊下、コンビニで待機しとけ。廊下さんカード教えて。もうやめようぜ。言ったろ。もうこれで最後だから。みんな用意しろ。じゃあ次だよ。廊下の顔が廊下してきてます。廊下さん準備運転。次来るかな。だからお前騙されてるんだって。騙されてるのも何でもいい。またコンビニ直行か。左下。真ん中下、真ん中下、もうブレない。うわー、まあでも落雷先が1本100均ぐらいで売れるから。自分を信じてー。あ、最後ラスト。コンビニで待機して、スマホでスカイプ出ればいいんじゃね。ラスト。廊下さんさらに、ブレない。ダメかー。コンビニからスカイプ。これで出なかったら、てんてこだな。もうやめよう。右下。わらわら。もうやめやめよう。これは。あー。わらわら。からの。金返せ。いや、返せとか意味わかんない。真ん中上だったか。いや、まあ、しゃあないか、これはな。わらわら。まあ、これはしゃあないな。これ詐欺だろ。金持ちのせよ。詐欺ではないよ。別に泣くことじゃないよ、別に。真ん中交互にして欲しかった。ご臨終。ここでやめる男かよ。廊下先輩一言。ちょ待って、落雷先が。ここで諦めるのか。5本。このおかまやろう。わらわら。ちょ待ってよ。電話しようぜ。あー、3分で溶けちゃった。運営に苦情電話。わざと避けられてるな。待って、落雷先が7本あるから。詐欺だろ。盛り上がったな。何食ってんだよ。詐欺すぎるだろこれ。まとめ買い一言に、運営の狙い。サメちゃん、ご飯食べてきていい？あ、いいよ。はーい。まだやる気かよ。やんないまだ。今はちょっとアイテム入れてる。うわぁ、マジか。落雷した木が。帰りコンビニね。逃げた。廊下、その前にコンビニ行け。いや、もういい。うわ、落雷した木が一応売れるから。777。望みから金引っ張ろう。ない、持ってねえ。メタルスライムか。どうせあと3000あんだよ。よかったわ。飯の前にやることあるだろ。廊下さんに拍手。
ちょ、うるせえ、お前黙ってろ。うるせえ。皆さんまた後でね、ご飯行ってきま。廊下さんはい、いってらっしゃい。どうしよう、あと3000円だよ。いや、でも出ねえだろ、これ。真ん中下。今日はやめとけ。なあ。よしもう一回行くか。もう出ない。いや、もうまあ3000円あるけど、合計いくら4万ぐらい。4万3000円ぐらい。廊下さんを、廊下さんゆっくりね。ありがとうございました、廊下さん。真ん中下。楽しめました。もう真ん中下で出ると思う。いや、もう出ないよ。あんだけ避けられるとかで出ない。絶対当てる。ゲームを一回ログアウトしろ。いや、ゲームじゃないよ、これ。ブラウザなんで。完全敗北デーですね。ゲームの中でやってる。そろそろ真ん中下出そうじゃね。いやー、出そうな気はするよ。でも、あと10回だもん。言っても。もうやめよ。チップだけ廊下から金借りよう。出るまで行けよ。いやいや。流れがあるから今日は、やめろ。じゃあ、やめよう、やめよう。うん。聞こえる？押し押し。聞こえるよ。行けー。真ん中下に溜まってる。いや、溜まってない。いや、出そうな気はするけど、出ないって、これは。特大らしい。逃げるのかよ。ここでやめ、いや、逃げる逃げないじゃないんだ。先輩がいればいいのにな、あちら。残り3000円なら、やれば？一回出たところを選んだら出る。ネット回線 IP 切り替えろ。いやいや、めんどくさ。情けない。いやー、ちょっと。めた方が良い。いや、もうこれはね、あるよ、バカ。やめろ。トラクターの、もうやめよ。もうやめよ。やめよ、やめよ。3000円残しててもしょうがない。いや、残ってない。5600円残ってる、今。いけいけいけ。でもこれね、悪いけど、トラクターのアップグレードもしなきゃいけないし。あと、2億くらいすれば、真ん中下、出るはず。2億やれば。いや、今やんないよ、もう。もう出ないから。出たらっつったら、やんなきゃわかんねえんだよ、そんなもん。そこまで勝つ。バカだろ、お前。いや、価値はあるよ。まとめ買いしたらすぐ出るパターン。サクッとトラクターに使っちゃえ。おい、死んでんじゃねえか、俺。やれー、俺死んじゃったよ、これ。トラクターは現状でいいよ。出る気がする。いやー、出ないと思う、多分。俺死んじゃった。わらわら。池田大作万歳。あら。女神に祈りを捧げます。死んじゃったんだよ、なんか知らんけど。出るよ。ノリ悪いぞ。ちょ、待って、いや、ノリ悪いとかじゃなくて。お前、バカ知ってんじゃねえぞ、お前。4万使ってんだぞ。うるせえ、黙れ。レベル20、今。はい。ケイクは今日だけで、多分、2万か。昨日2万3000。いや、メイちゃんも死んじゃった。メイちゃんも死んじゃった。まだ20だよ。だって、とりあえず、4万出てない。いや、もう出ないだろ。やれって言ってるやつぶり込めや。あ、ついできる。あと蘇生できるぞ。あ、できんの蘇生。マジで？まあまあ、しょうがねえな。下はず坊主に。お望みのアイテムは出たの？出ないよ。追尾した。使いすぎやろ。いや、使いすぎだけど、別によくね。別にパチンコで負けてるわけじゃない。まあ、負けてはないよ。出る確率はわかんない。結構相当な低いよ。望みが上がれば、4万なんて1時間で稼げる。確率はわかんない。確率は書かないもん、これ。確率って書いてないもんね。望み。こんなにお金かけて、リターンはあるの？出ないようになってるな、これ。これ詐欺じゃね？別にあれなんだって。削ってないマスが表示されても、それが当選対象となるわけね、そこに、あくまでランダムで表示したもので、そのマスを削ったら出るとは限らないんだって。別に。これ詐欺だろ？要はだから、6分の1じゃないんだよ、もん。確率は1しかないんだよ、もん。どこ選んでも、ランダムで出るから、表示されてるわけじゃないんだよ、裏面に。でんでこ、わらわら。でんでこしない。うん。履歴で追尾切れるの？わかんない。履歴で切れんのかな？ぼったくりだから、やめたがいいよ。もうやんないな、多分俺は。でこしていいんか？詐欺ではないと思う。いや、でこしなくていいよ、別に。今やってないでしょ、しかも。もう10時。でも出てる人はいるから。おかまやろう。突死しない。ポサンダー出る確率 0% でしょ。もうそのゲームやめちゃうか。やめません。まあ、4万使ってやめるとは。謝らせようぜ。押すエルカすら出てない。からのアクセスの場合絶対外れるチョンしようかも。いや、でもだって当たってる人いるの。当たってる人。当たってる。お詫びに含みの名前の由来を教えてくれる。いや、苦情入れたって出ないよ。それ。もらえない。デコとかニコ生のゴミリスナー。チョンゲーに金使うとかねえわ。まあ、俺が使ってんの。桜じゃね？いや、それはわかんないけど。そこまではわかんない。
桜子もな。久本雅美に干渉して、普通それだけ金入れたらレアアイテムくれるよ。あ、ほんと？新店のくじと同じだな。桜だよ。サメちゃんペットってどうやって乗るの？ペットっていうのは、ペットを出したら G ボタン、G だね、G。制限つけないとおかしいよな。ちょ、待って。F1 の Q、FAQ じゃなくて。キムチ、一気食いした後に、真ん中下飛行。世の中ごねたやつ勝ちなんだよ。あ、ほんと？いや、ごねたもの勝ちってんの、まぁ、じゃあ一応メールを送る。黙らせるためのレアアイテムくれそう。あ、ほんと？どっからメールすんだろう。お、乗れた乗れた。豚みたいなペットもらった。は、よかったじゃん。豚みたいに乗れた？よかったよ。クレーム対応で、アイテムくれそうだけどな。ほんと今ちょっと探してんだけど。サポート。じゃないの？ 200 人の証言がある。不具合対応状況。メールじゃダメだよ。じゃあ何ならいいの？電話はしないよ、絶対。だって今やってねえじゃん。そもそも。クレーム黙らせるために、レアアイテム用意してそう。4万、はないわ。公正取引委員会の警告で今厳しいからな。電話しようぜ。あ、そっか。電話だから今やってないじゃん。10時やから。警告をわかるのか？わかるわけねえだろ、お前。10時なのにやってるわけないだろ。メールするわ。創価学会万歳。明日じゃ電話。内容証明で抗議しようぜ。バカが乗せるのに必死、わらわら。いや、でもやんないやんない。多分、これは、別に問題ないよ、言っても。30日後に消失しちゃう。だってアイテムは出てんだ。一応価値のあるアイテム。ライトンさんがオンラインになりました。一応400、あ、300円で価値のあるアイテムは出てるから、これは無理。外れくじはないから。レターパックで問題ない、問題ない、何にも。何が問題ない。黙らせるためにレアアイテムもらえる。もらえない、もらえない。そう、ガチャってその、じゃあやんなきゃいいじゃんって話や。じゃあやんなきゃいいじゃんって話や。やった以上しょうがないよ。それは言わないよ。だから相手にされないぞ、わらわら。うん。これはクレームものだろ、マジで。いや、俺はクレームしないよ。メールに、キム、ジョンナムって書けばいける。いけねえ。今までレア出たことあるの？いや、だから出てる人はいるよ。いや、桜かどうか知らねえけど。出てる人はいるんだから、とりあえずだからそれは確率だよ。確率論で言ってんだから、別に。このペット育てたらドラゴンになる？ならない、ならない、ドラゴンには。まあ、とりあえず。クラン入るから。そこも作ってる、作ってる。ユーザーのせいじゃね？クラン作ってるよ。名前教えてくれたら加入するから。西大陸 ?T サバの。名前書いてくれれば、あの、勧誘するよ。いや、レア系出たことあるよ。カウンタースライドオンラインでなんか出たことある。なんだっけな。名前、なんか銃出たことある。なんかもうほんと出ないやつな。3万ぐらい使ったけど。どこのサバなの？ T サバ。え？ T サバじゃないの？もしかして。T サバじゃなかったら誘えないよ。T サバの西大陸じゃんけ、誘えないよ。大体やらないこともないオンライン。うん、大体やらないこと。K じゃない、K じゃない、K じゃないよー。P だよー。上に書いてあるじゃん、詳細文に。ごめんごめん、K サバやめたんだよ。さっきの状態なら出てもおかしくないからな。作り直すわ、わら。あー、待って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 。いや、もういいよいいよ、クレームとかどうでも。だって、俺別にそういうのはないもん。レベル6だしすぐだよ。まあね、6はすぐだもんね。佐野はホンダみたいなビッグマウスだろ。まあ佐野はわかんないけど。まあとりあえず楽しかった。まあしょうがないこれは。でもアイテムは当たってることは当たってんだから、文句は言えないよ。何も当たってないわけじゃないから。パチンコとは違うから。さっきの状態なら一つでもレア引いてもおかしくはなかったね。レア引いてんだよ。レベル低すぎてサメちゃんについていけないや。ユイガが放送復帰。あ、ほんと？いや、レベルは関係ない。自分で上げてきゃいいんだよ、どんどん。そんな大して変わんない。一日ぐらいの差で。楽しかったね。楽しかった、楽しかった。あ、そう。ただゆきが復活したから悪いの。まあ、よかったよ。楽しかった。十分楽しめた。廊下さんに悪いことした気がする。ごめんな。なあ、ほんとな。自分たちのガチャができなくて負けた。まあ、運がなかったんだよ。リアルラック。ただゆきのせいじゃね？違う違う。リアルラックがなかっただけ。運が悪いだけだ。じゃあ、2回だけやるか。2回だけな。300円の2回だけ。え、1回してもできるの？できる。サメちゃん、皆さんこんばんは。はい、こんばんは。長官来てねえぞ、ボケ。あ、違う、間違えた。ちょっと待って。望み長官来てないって。やめろって、わら。あ、すいません。やめとこう。2回だけ、2回だけ。またやるんかいな。2回だけね。2回だけ600円。わかんない。知らねえよ。トラクターどうするんだよ。トラクターできるよ、5000円あるから。右上。T サバって頭文字が。えげつない商売だな。そう、T サバってかさ。T のところだよね。T のところ、そう、T のところ。そう、テヤングとかいう場所。タヤングかよ。よし、頑張ろう。のぞみさんと結婚したい。その金で牛丼食おう。そう。やるなら全部もう行っちゃえよ。わら。
これがネトゲ廃人か。いや別に廃人ではないけど。じゃあ行くか。右下ね。右下か。まあ右下で行くか。な。もうこれが大当たりだから。え、右下。もうこれが大当たりなんだ。全然取るから得点として望みをつけて URL 省略、うん。最後どうする？最後もう真ん中上行く？真ん中上の出る確率がすごいから真ん中上行くか。真ん中下。真ん中下？右上。右上？大当たりしたのか。一応あれで大当たりなんだ。アイテム的には価値なんですよ。姉ちゃんに任せる。じゃあお前を信じる。右上。うるさ。真ん中上。ああまあしょうがないしょうがない。まあ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 。絶対右上。絶対右上。サメの直感。絶対右上。当たんない。まあ当たりは当たりだよ。絶対右上。絶対右上。ねえ。望み潜在持ってこいボケ。絶対右上。絶対って言ったよね。サメの直感でいけ。いやもう終わった終わった。わらわら。自分で決めてみれば。いやもう終わった終わった。右上だな。いやもう右上終わったよ。わらわら。やめとけ。もうやんないもうやんない。絶対右上って言ったよね。いいよいいよいいよ。気にすんな。まあまあ。まあそんなのしょうがない。これは。入店くれたら新聞取るよ。いいよあげないよ。いやまあ楽しかったでしょ。残念お疲れ。サメの笑顔が怖いんだけど。いやいや大丈夫大丈夫。右上かわいい。右上かわいい。面白かった。面白かったよね。十分楽しめた。笑顔が好きです。あ、本当ありがとうね。お前は懐が深いな。いやまあまあまあそこ怒ったってしょうがないよ。そこ怒ったってしょうがないもん。始まんないもん。まあまあ、ありがとうございます。おばさんがチップしました。チップありがとうございます。マロ、マイケル、マロみたいにかかんない。マッチンの面白はまだあるんでしょ。あの世まで気になっていけないからな。まあまあ、猫好き？さすが、配信者だよ。まあね。ついたけど面白い時間だった。まあ面白かった。まあちょっとな、悔しいな、悔しいけど。しゃあない。ちょ、待って、しゃあないこれは。こういうゲームだもん。ブズゼラはよ。ブズゼラやんないよ。悔しいですやって。やらないよ。気持ちを切り替えていきましょう。ふぅー。ちょ待って、俺キー売ってくるわ。とりあえずお金稼がないと。面白かったけど、農家さんに皆さん感謝しましょう。ね。あー、面白かった。今日仕事？今日仕事ないよ。まあ、これだけでもいいよ、儲けにはなって。どうしよう。パチパチパチ。はい、ありがとうございました。どうかかわいそう、わら。あめん。どうかさん、グッドジョブ。これでいくら。どうかさん、これで2万。今来たのでさっぱり。わかんない。うなちゃんマン見てくるよ。はいよ、いってらっしゃい。オフラインになりました。あ、ほんと？あ、なに、オフラインになりましたとかいちいち言うのかな、これ。の、打算がオンラインになりました。はい、いらっしゃい。あ、スカイプか。見てら。あ、見てらっしゃい。トラクター600金か。2500円で600金。いや、売らないな。元気100倍。元気100倍。アンパンマンいらっしゃい。生きてるのか。うなちゃん生きてんじゃない多分。残念ながら生きてんじゃない。
あっちにあったかな。まあいいや。のぞみ、決敗すんなよ、わら。なあ、決敗な。釣り配信だったよ。あ、釣り配信だった？アルナちゃんマン？まあな。今日雨降ってるからパトロールできない。マジか。女神に祈りを捧げましょう。全ての姿勢。アンパンマンもな、大変な中を塗れたら終わりだもんな。じゃあ、バイキンマンさ、単純にさ、雨の日に悪さすりゃいいんだけどな。あいつバカだからわかんねえんだな。うわ、落雷した木いらねえのか。バカバカバカ、押すなよ。あそこそまそ、ファイト。かわいい。落雷した木誰も買わないね。薬金か。まあ、ドラッターバイキンマンのアホさが夕方に似てる気もする。雨の日はバイキンマンすごいよね。ねえ、すごいよね。バイキンマン正々堂々と戦いたいんだよ。あ、そっか。ドラッター、まあまあ正々堂々と戦い、男なんだろうな、そういうとこはな。ホワイトフォレストの白樺村。あ？ここでいいか。うわ、家んとこまで行けっかな。あるかな。ごめんね、ありがとうね、今、みんな。ねえ、あれが盛り上がったな。何が？いや、大丈夫だよ。売れないかな？どうなんだろう。バイキンマンってリアルツルだよな。アンパンマンは最初、虫歯にならないための絵本だった。あ、そう。この上って、いやー、参ったな。めんどくせえな、これ。トラクターの、とりあえず、トラクターを、改造すんのは、バイキンマンは、虫歯菌。虫歯菌なの？ある、ここだ。倉庫とかあるから、多分一応この辺に、ないのかな。まあ、ねえな。この辺にありそうだな。サメちゃんマンってどう？え、何が？サメちゃんマン。読んでくれな。読むわよ。あんたのコメント読むわよ。え、ないな。この辺に木工細工の。いつ合流するの？何が？合流、いやー、まあレベル上がんないことにやな。あるな。あったあった、あそこら辺にあるな。あった。大読みちゃんが読んでくれないダブル2回書いたのに。マジで？たまに読んでくんないんだよね。うなちゃんマンもアンパンマンが好きでニックネームつけたのかな？多分ね、多分そうだと思うよ。3回目書くね。冗談みたいな顔してんな、お前。うるせえよ、お前。ほっとけや。ここは足元見るか。冗談、わらわら。はい。なに、冗談。冗談に失礼だろ、やめとけ。よし、トラッターは、進化した。ひょうたんに失礼だな、わら。ひょうたんに失礼じゃん、俺に失礼だろ、その前。
ダメだ、呼んでくれない。わら。呼んでくれない。名前入力してもできないんだけど、どうしたらいい？え？キャラ削除で名前入力してもできないんだけど、多分同じ名前の人がいるんじゃない？もしかしたら。多分同じ名前の人が同じサーバーに存在したら使えないから、名前変えてやってもらう。そうすれば多分できるかもしれない。はい。いすゞのトラック速くなった。あ、どこまでも、どこまでも、走る走れ、いすゞのトラック。早いわ。これなんですか？これトラクター。歌わない。でもアイトなんとロータンの合成獣なんでしょ？カチン。ジョケさんパクるなや。いやバグってねえよ。森カジマと森吉力は同一人物ですか？違うね。タツオ息してるのかな？いや、息してんじゃない、どうも。おやすみ。あ、おやすみ。いい夢見ろよ。どこまでも、どこまでも。びっくりですよ。びっくりですか。走れ、走れ。椅子、おやすみ。サメちゃんは、みんなが思ってるよりだいぶひょっとこまえだぞ。ひょっとこまえ？サメちゃん持久力半端ねえな、わら。改造した？うん、改造した、改造した。半端ないよね。半端ない、半端ない。ひょっとこ、わらわら。家建てれたの？家建てれたよ。だからお金が必要だから今、俺は、トラクターのアップグレードのを売ってお金を稼ぐ。後ろの箱が3つ増えてる。そう、2つ増えてんの。住宅ローンですか？住宅ローンですよ。住宅ローンですよ。廊下ファイナンスで借りました。あれ？廊下ファイナンスは金利あるの？金利あるよ。あれ？蜃気楼の塔が分かん、蜃気楼の塔に行くゲートが分かん、まあいいや。多分あそこにあるな、家が建ってるから。今日はみんな開示見てるな。あ、開示やってんの？開示やってんだ。はえ。クソはえんだけど。廊下ファイナンスは金利が月にマイナス 10%。 そう、1ヶ月でなくなります。対策に干渉症で、わら、沼だな。え？パン買ってきて。財布があるか、どっかに落ちてるか。はい。打算がオフラインになりました。誰ですか？千円だけね。え、何か？お金。わかんな。どっかに落ちてる。のぞみお腹減ったのか。これ今日どうですか？これ今日これいいの入ったんですか？いらない、いらない。いいとこよ。打算がオフラインになりました。いいとこだった、見て。ね。え？いいとこだったの？うん、わかった。今いい、今いい、やめて。そのさ、その事実さ、めっちゃいいけど。ねえ。笑われて、笑われて。笑われて。どこですか？どこ入ったの？お姉ちゃん。のぞみ、面白いもの買ってきて。お前耳でけえな。お前耳でけえな。わ？お前耳でけえな、お前な。久しぶりに会ったのに。いつもと声違うな、のぞみ。コウモリみたいな耳の大きさだな。超耳大きい。かわいいよ。嘘で。耳でかいな。笑。なあ、お前久しぶりに会ったな。元気か？元気じゃないよ。
一人暮らしだけど頑張ってるかお前。ニート。俺ももう半分した。そうじゃない。俺もじゃないけど、今。こら、こら、ニート、こら、ニート、ニート、ニート、こら。こら、ニート。カメラの乗んない。じゃあ、そろそろカズマくんのおちんちん欲しいんじゃないの、食べるの、食べるの、とっとこさめたろ。とっとこさめたろ。お前耳でかいな。URL 省略。URL 省略。ニートもどんな、サイドどっか落ちたんだ。外かもしんない。ちょ、こっち。ちょ、こっち。のぞみ、勇敢来てねえぞ、ボケ。やめて。プニキ。あ、勇敢来てねえって、お前。勇敢の配ってないもん、私。長官のみだもん。プニキ。プニキ。プーさんのペイさん。お前も風呂入ったの？入ったのね。お前のちっちゃい、やっぱニートでかいの、みんな。ニートバカだからね。ニートバカだから。プニキイケメンだもん。ん？って可愛いでしょ。今ね、ニートは一人暮らししてんだよね。女子大生だから。プニキいい子でしょ。女子小学生だよ。あ、大学生だわ。小学生だから。ニートは可愛いのね。ニート。で買うとすぐに万引きに増えるぞ。なあ、増えるよな。今ではやばい。いらない。のぞみチラシ入れ忘れてるぞ。いらないっていうか金ないから。チラシ入れ忘れてる。あいつなんだ。重くなるしね。チラシが濃いって話だよ。レベルが20。あ、なんかメール来てんの。あ、税金か。あ、オークションか。あ、オークションか。サメさんってデコ広いね。ね。金曜日はチラシ多すぎてうざいぞ。なあ、多いな。あと正月とかな。うん。森くん来週から郵便局で仕事再開するの？しないよ。サメちゃんこんばんは。はい、こんばんは。こんばんは、ゆっくりしてってね。どうだろう。ないわ。できる男は見切りが早い。そうよ、大変よ。にしろやと。クリスマス、お正月の玩具のチラシ楽しみだった。貧乏だったから見るだけで我慢してたけど、そう。ああ、わかるわかるわかる。はい、こんばんは。わかる気がする。わかる気がする。チラシのおもちゃとかね。ゲームとか。そんなにできる男なのに、なんでかおりんと同棲してたの？いや、まあ、言うな。お前に行くだろ。いや、裕福じゃないよ。うち裕福じゃないよ、決して。あの、ゲームとか買ってもらってたわけじゃないから。今日はいつまで？今日はいつまで？わかんない、時間は。時間が許す限り。ホワイトフォレストって飛べないのか、そこ。ゲーム持ってなかったの？持ってなかったよ、うち。だから小6か小6ぐらいの時にスーファミ買ってもらって。ばあちゃん宝石いっぱい持ってたやろ。持ってない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 。ばあちゃん銀行。こっち大丈夫。お年玉最高いくら集まった？6万ぐらいかな。5万か6万ぐらいかな。親戚が多かったからね。でもそれほとんど嫌だよ。サメちゃんちは家の庭が油田だって。プレステは？そうそう、プレステは中学一年生ぐらいの時かな。受験かなんかで受かって、その祝いに、あれしてた。お年玉取られなかったの？取られたよ。うん。スーファミは何持ってたの？
いや、まあ、スーファミはドラクエ6ぐらいしか持ってなかったよ。もう全然ゲームも買わなかったから。ばあちゃん、朝鮮の大富豪だったらしいじゃん。そうそう、ばあちゃんね。あの、キムチ御殿がある。中学、私学だったの？うん？俺は私学で、あの、小学校も私学だよ。中学受験、私立に行ったの？女子校だから、言っても、その、あの、かまじょって中学から女子校、あ、死んでる。朝鮮王朝の末裔でしょ。茶番出た時のお祝いは？何もないよ。シャバに出た時の祝いないよ。あるわけないじゃん。まず捕まること自体間違い、間違いないんだから。家畜商人だよ。なんで真冬に親父に水ぶっかけたの？楽しいから。サメちゃん、あの有名な、かまじょか。かまじょかまじょ。ちょ待って。かかしどこだっけな。かまじょ中学？そう、うん、昭和、かまじょ、鎌倉女子大学。水ってことは小さい頃は優秀だったんだね。いや、親が金持ったんだよ。朝鮮から密入国してきて、戦後のどさくさで大儲けしたんだよな。そうそう、キムチ御殿。鎌倉、わら、鎌倉出身。いや、鎌倉で横浜、横浜、うちは。うちはずっと横浜なんだけど。鎌倉女子大学初等部。のぞみが父親にボコボコにされてたって本当？本当。キムちゃんクォーターだったの？クォーターだね。キムチ入れると美味しい。ああ、うまいよね。あ、うまい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 。ゲームで泣いたことある？なになに？カメムシ名言。ゲームで泣いたことないよ。泣いたこと、オカマ女子大学。オカマ女って言われてない。バカ女。サンタオフラインになりました。自家的んだね。都会。都会、まあ都会は都会かもね。望みはボコボコにされても仕方ない。仕方ない、あれは。あれはしょうがない。ハマっこハマっこ。なんで死んでんだろう、こいつ。ああ、そっか、さっきのあれか。何してボコボコになったの？え、何してってか、あの、ペットボトル投げたら、うちの親父の男に当たったの。望みボコられてあんなになっちゃったんだ。違う違う違う。ボコボコってか、なんかね、張り倒されてた。俺笑いながら見てた。浜のカメムシ。なんで浜のカメムシって。横浜って無だけだよね。今、泣いたことないって言いそうだったけど、体育座りで泣いてたからな。あ、前ね、うん、ゲームじゃないよってこと。肩を押しつけたんだろ。そう、いや、わかんないけど。ゲームでは泣いたことないよっていう。サメちゃんのばあちゃん北朝鮮人だったの？そうよ。ヤンキー多かった？ヤンキー多かったなぁ。行った、あ、馬死んだ。弱えなぁ、部長弱えなマジ。一時じゃねぇ。この戦火にいじめられて泣いてたヤン。泣いてねえじゃん。なんでそういう捏造すんの？マジで？おぉ、やるじゃん。俺は今家を建てるから。マンカゲルミネゴー乗ったことある？ない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 、俺はないよ。ばあちゃんはあるんじゃない？多分、何回か。いや、うちのばあちゃん、朝鮮人じゃねえから。勝手に朝鮮人にしてんじゃねえ、うちのばあちゃん。ダブル。サメちゃんの時代は、膝上50センチメートルのスカートだった。あ、そう。いや、覚えてない。サメちゃんは、朝鮮の英雄の生まれ変わりらしいじゃん、笑わ。なんからしいね。どうやってどんな仕事してんの？いや、大工の。アフリカ人か？宇宙人だもんな。宇宙人じゃねえよ。ばあちゃんも何なの？お前なんだ、俺がそんなに朝鮮人になってほしいんだ。よく聞かえ？ん？サメ子の満潮前？うまいよ、多分。食ったことねえけど。なんだお前ら。サメ島のばあちゃんは何人とかと関係なく恐ろしい教えをたくさん与えた。そうそうそう。サメちゃんのばあちゃん、朝鮮人参なの？朝鮮人参だ。キムチで人儲けしようぜ。キムチで人儲け、キムチ御殿あるからな。朝鮮にな。ばあちゃんのばあちゃんはひょうたんでじいちゃんはひょっとこだっけ？そうそうそう。メール送ってくれ。メール？名前教えてくんなきゃメール送れねえよ。メールとか遠征隊だろ？竹山隆史にデコしようぜ。気持ち悪いからあいつ。サメちゃんの韓国での名前は森ジュンチョルなんでしょ？わら。そうそうそう。あったら。これかな？あれ、どれだっけ俺の。サンタオフラインになりました。俺のかかしどこだっけ？あ、これだ。あったあった。これだ。の、ダサンタオンラインになりました。サメちゃんのマーナーが聞きたい。まあ、まあな。最近丸くなったなって思う？森ジュンノル、わらわら。ねえ、あの、名前教えてよ、キャラクターの。そうそうって流し？流しじゃない、今ちょっとゲームやったから読めなかった、コメント。
なんなんだお前ら俺のこと韓国人にしたいのかよ。そんなに悪人になってほしいんだったらなって。アスパラ愛用かい。聞こえないんだもん。ピアキャスのアリマ知ってる？知ってるよ。サメちゃん面白い、わら。言ってるやん。サメ、怒らすな。俺じゃないよ、俺はなんだと思ってるよ。おい、クエ何してるんだよ。クエ？いてる。いやいや、ちょっと待って、今。カカシを撤去してんの。ジョンカジュマ。おう。サメちゃんの本名サノトモノリなんでしょ？ちげえよ。え？クジラ島じゃダメだよ。サメちゃんが朝鮮人でも火星人でも好きだよ。ありがとう。朝鮮人でも火星人でもないよ。俺は足の親指の裏だと思ってるよ。ほんとお前ら、あれだよな、うざいよな。森忠之だっけ？違う。森義行だろ、それ。多分。何かといえば。どうでもいいよ。火星でしょ？火星じゃねえ。日本人でもない。日本人だよ。日本人だよ。右上？もうやってねえよ。サムキアよし。どうしよう、上行こう。大広ザメってどう思う？かっこいいと思うよ。サメは、ほんと、丸くなったな。丸くなったな。真ん中下。もうやってねえよ。僕の親指。僕の親指？アライグマってどう思う？アライグマかわいいと思う。うん。アライグマかわいいよね。だから、火星人でも地底人でも好きだって。いや、違うんだよ。ありがとう。アライグマの作れ言われたんだけど、どうやって材料手に入れたらいい？ね、オークションかな。ちょっと待ってね。サメちゃんってウナちゃんの足の裏だったの？違う。進化するの？あのね、オークションだね、多分。お前長いな、わら。うるせえよ。使って言ったら左の足の親指だよね。オークションが一番いいと思う。早いと思う。オークションね。横浜とか鎌倉ってアライグマいっぱいいるよね。いるね。サメちゃんみたいに好きなこと見つけて輝きたい。うん。頑張ってくれよ。電池ない。電池ない？電池がないってこと？気はいつ切るんや。木は切んない、まだ。で、今ちょっと自分家のそばに、かかしも作って、かぼちゃ食えとかやってほしいんだよな、できれば。コンビニと合ってない？いや、合ってるよ、コンビニ行ってるもん。コンビニ行ってるもん、合ってるよ。もうギルド作った？もう作ったよ。お前だろ、合ってねえのは。サメの段ってあるじゃん。いや、合ってるってば。コンビニの店員と客のみ。農家さんまだかな。いや、もう農家さんご飯食べて寝るんじゃないか、俺。何個かって言ったじゃがいもなんか頼んでないから。いや、それ泥棒でしょ。じゃがいもなんか頼んでないから。わらわら。置いて。持てないでしょ。じゃがいも食べてごらん。早く持てよ、お前。早く持てよ。僕のことでしょ。早く持てよ。のぞみうぜー。じゃがいも、わらわら。16の頃何してた？のぞみ、わら。16の頃わかんない。覚えたよ。また落ちてしまう。まあ、お前に考えたら。ドーナツ入ったって？うるせえ。うるさい。うるせえんだ。ドロボー。目がチカチカすんだよ、その T シャツ。知るか。じゃがいも仲間。まぁ、ちょっと考えろ。なーみが。よく住めるな。のぞみてじゃがいもだよね。通報した。ごめん、考えてない。流れてる。芋掘り？あ、やがた。ほんと、キチガイだな、わらわら。ほんと、キチガイだな。あ、お前もキチガイだ。ゲルゲか？お前もキチガイだ。キチガイ。じゃがいもうまいぞ。芋泥棒、わらわら。まに？のぞみの愛情でー。のぞみ、チューしてやるから、黙れ。レベルいくつ？2ではわかんない。2ないから。2がないから。うるせえ。の家特定してる放送がおかまっぽくていいな、わら。のぞみ、やめろ、腰ってんだからよ。もう、のぞみに小金植えつけろよ。カズマはまとも、キチガイはのぞみだけ。ノンタンこっちおいで、声がのぞみと違う。わらわら。当然やな。
じゃがいもみたいな顔だな、わら。仲いいなぁ。声があるか。夫婦みたい、わら。いつもの、のぞみコント、のぞみ発情してるの？のんちゃんキャミソール。いや、わかんないけど。のぞみと住めるのはサメだけ、わらわら。のぞみ、3ヶ月新聞契約するぞ。のぞみには通訳が必要。兄弟喧嘩すんなよ。のぞみの072見たことある？ね、あるわけねえだろ、気持ち悪い。気持ちいいぜ。こんばんは、彼女さんですか？違います、姉です。アジャコンブかと思った。俺もそう思ったよ。おかんだよ。のぞみさんと席入れたい。頑張って。血縁者かよ。血縁者だよ。ジェイアンと白髪かと思った。確かに、のぞみの072は想像するだけで気持ち悪い。だろ、気持ち悪いだろ。ゴミクズだからな。やべ。小玉、のぞみ、なら、のぞみに乗る。あ、そう。お兄ちゃんといくつ離れてんの？3かな？ 3 か2じゃん。兄ちゃん親父に？いや、わかんない。お袋にじゃない、どっちかっつったら。のぞみ地獄耳だよな、わらわら。たぶん、たぶんな。ゴミに反応する、わらわら。想像しちまったよ。のぞみとかけまして。ゴミにゴミって何が悪い？お前ゴミじゃん。私はゴミじゃない。うるせえんだ、おめえ、ほんとに。32だぜ、あれで。あれで32だよ。わらわら。恥ずかしいと思う。サメ、こんばんは。はい、こんばんは。いらっしゃいませ。わらわら。32、わらわら。どうかと思う、俺。チカチカすんだよ、その T シャツだって。わら。32、わら。どんな人生送ったんだろう。3200。32のゴミ。32。のぞみに彼氏いないの？いるわけねえじゃん。お前の29も大概だぞ、わらわら。まあな。誰も大変だな。まあな。ノンタンマ自転車。情けないか？のぞみ、もうあそこ見せてよ。あれで、32、次は、33。ほんとだ。あ、チップありがとうございます。チップありがとうございます。チップありがとうございます。これはアプグなの。32の夜、大事にかけよう。32これアップグレードしたよ。箱が2個乗ってんじゃん。のぞみとあるなあ、あるよ、あるよ。あいつやりまんだからな。ダブル何個つ7個のぞみ冷たいの好きなの？のぞみ欲求不満すぎてケバの店長を下押したらしいね、わららしいね、そうなの、あの顔でやりまーん、めっちゃ聞こえてる、わら。のぞみはこんなギサだからそのうちがになるぞ。まあな、早く死ねばいい。のぞみちゃんはカズマくんのおちんちんしか興味ないよ。バカじゃない、気持ち悪いんだよマジで。俺もそっち行くから3人暮らししない？やだ、嫌だよ。のぞみに彼氏紹介すると帰ってこなくなるぞ、いいのか？死ねばいい。女盛りかどうか知らねえけど。のぞみはうなと一晩過ごしたんだっけ？そう。うなに手満されたとか言ってた。あ、タツオと 3P だよ。俺はのぞみ好きだぞ。タツオとうなと 3P だよ。想像してみ。うつになるよ、これ。のぞみって新品なんだろう。うつになるわ、ほんとに。マジ、最悪だよ。マジか。ほんと、最悪。きついな。どんだけ、お前。すごいな。もう死にたくなるわ。最強。地獄絵図だな、わらわら。地獄絵図だろ。住んでる部屋って6畳1間。よいしょ。わらわら。死にたくなるだろ。まあ、自分の姉ちゃんがタツオとのさ、うなちゃんまで 3P やってない。俺の想像しちまった。のぞみ、うな、マジ、死にたくなるわ。ちゃんまんと？ちゃんまんと。のぞみ経験値の上げ方間違ってる。どんな子孫が誕生するんだろう？サメちゃんか、かわいそうになってきた。最悪だろ。のぞみ新品かと思った。どんだけ罰ゲームだよ。興奮するやろ。タツオ興奮しねえ。わらわら。ハゲ、とカバと 3P かよ。ないだろ。兄弟愛で許してやれ、わら。ドン引きだわ。のぞみどんだけのぞみ、ビール券10枚な、わら。ビール券な。ないだろ。オフラインになりました。自殺したくなるだろ、わらわら。佐野とタツオとのぞみの子供とかどんな怪物が生まれるんだろう、わら。サメちゃん勝ちで兄弟の線を越えたのか。名前は俺じゃねえよ。うなちゃんマンだっつ。過去は誰にでもある。過去はあるけど、ほん最悪だぞ。アイラデコ来るぞ。の、打算がオフラインになりました。アイラデコ来る、大丈夫。仕方するから。マゼともやったんだろうな。オフラインしとこう。穴兄弟。
花兄弟だよ、ほんと。最悪だろ。の、ダさんがオンラインになりました。のぞみすげえ、わら。のぞみのおまんと、サメちゃんのアナールどっちが、先にやったの。上を向いて歩こうよ。うなお兄さんって呼ぶの。上を向いて歩くけど。うなお兄さんって呼ぶみんな。俺の気持ち分かってくれよ、みんな。あきらさんがオンラインになりました。あ、ほんと。速報、佐野さんチップで入れば入れることを決定。あ、そう。でもカオリンに抱かれたんだから、あんまり人の気持ちまあ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 、それは言えねえわ、言えねえわ。こう嬉しそうに、頬張ってたらしいじゃん、笑。笑える。最後に笑えねえ。望みを攻めるな。サメちゃんとともキュンって穴兄弟だったのか。いや、俺はやってないけど。ないわ、ほんと、ドン引きだわ。望みは追い出せないの？いや、追い出せるわけないじゃん。ぺったん、兄弟。姉は佐野さん、弟はカオリンとかいろいろアロス。最悪だよな。しかも、タツオと3匹だよ。姉ちゃんが一番の被害者。日本ドットのやつなんで。道理で佐野に似てると思った。お前、タツオとさ、佐野とさ、のぞみの3匹とか。もう怖いわ。怖いわ。だって、タツオがバックからで、うなちゃんが前からだろ。怖いわ、もうやだ。タツオと佐野とのぞみの死にたい。もう死にたい。アイラってやつで腰ようとしてる。大丈夫大丈夫、取り込み中にしてるから気づかないわ。サメとユイガとカオリンで 3P しようよ。でも、おもろい。えぐいな。化け物、わらわら。想像するからやめろや、わら。動画が欲しい。し、わら。動画いらないだろ。おい、カバオとの思い出、わらわら。想像したじゃねえか、わらわら。いや、俺が悪いわけじゃない。わらわら。登場人物、全部、クソだな、ウケる、わらわら。まさに公衆便所。想像しただけ払いたい、わらわら。しかも望みシラフ。アダルトワークじゃなかったらバンダナ、わら。よせ具体的なのは。多分アダルトバー、アダルトでも、史上初のバンになると思うよ。金バイとマロニーと。グロ映像。いや、知らんけど。また、裏筋切れた。誰にも点がある。カズマも大変だな、わらわら。アダルト史上初のグロバンだよ、グロバン。もうこれはまずいわ、みたいな。誰も見ないかもしれないし。リシュリューさんがオンラインになりました。無敵やな。どんな口説かれ方したの？知らないよ、そこまで。俺一緒に食べたいから。オカルト枠やよ、わらわら。知りたくもない。サメとカオリンのセクロス配信希望していいですか？嫌です。さすが聖家者さの、わらわら。切ないな、佐野も佐野だよ。切ないだろ？俺がグレる理由分かったの？るんじゃね、わら。最悪だろ、お前。タツオとウナちゃんなんて。そこに岡のブルがいたら終わりだわ。え？かわいそうだな。あーなんだ。佐野ってすげえやつだったんだな。すげえやつ。わらわら。ありえない。ありえないだろう。そのうちマツコ、デラックスが蹴るんじゃない？なあ。岡は見ながら4545。佐野の、ラーメンをごっくんするのぞみ、わらわら。やめてくれよ、もう気持ち悪いな。のぞみのいや、ゆいがはやってないよ。何か元気出たよ。ありがとう。元気出た。今の話もう一回して。やだ。もいたんじゃね。のぞみ佐野のせいでパクられたの。タツオとのところで、ちょっと笑うな。佐野は関係ない。誰でもいいのか。誰でもいいんだよ、女なら。気持ち悪いわ。胸焼きがすごい。死んだ。いいわ、なしだ。関係ねえか。お前、刑務所入ってたじゃん。入ってません。入ってません。カオリン、わら。タツオの話もう一回して。もうやだ。具合悪くなる。これ楽だなぁ。のぞみもそろそろ嫁に行かないと。のぞみ大阪に送り込もうぜ。刑務所とかどんだけ、わらわら。最近車のウインカーの音がペッタンペッタンって聞こえるようになった。マジで？慰謝料払え。慰謝料払わない。なんかしら。楽しい日々、わら。とりあえずピーサバでいいんだよね。ピーサバでいいよ。他は選べないよね。うん、金さんまで、大陸は西、西。ヌイアンか、エルフ。やだよ。誰が買うんだよ、そんな。ド M しか買わねえだろ。勘弁して。職業は自分で決めて。あの、好きなの。適性は、もう自分がやりたいもの。とりあえず途中で変えられるから、いくらでも。金さえあればいくらでも変えられる。やだ。具合悪くなる。買わねえよ。なんだよ、そんな変態なんか、あいつ、マジ。
これが、まあまあ。新潟の親父の高い諏訪板金屋だからな。知ってる。新潟と新潟が登場する絵本作ってよ。やだよ。な汚ねえの作るよ。アイラ煽ってる。別に大丈夫。スカイプは取り込み中にしようか。やったのかな。達夫と望みやったってこと。やったよ、 3P だよ。具合悪くなる。だろ。だけどギルド入れてくれる。入れるよ。名前言ってくれれば入れるよ。混ぜるな危険。名前教えて。ゴムつけたって言ってよ。生とかこえ。ゴムはつけてないんじゃない。うちの姉ちゃんゴムしないよ。やめようぜ、具合悪くなるから。金曜の夜だぜ。井の頭先輩っていう名前。うわぁ。マジで3P。井の頭先輩。どうかは実は望み狙ってる。狙ってるかもな。井の頭先輩っていう名前。マジマヨ。姉ちゃんゴムしねえのか。しないよ。するわけねえじゃん。望みがくっかままにして立つおだけ。望みあとうなちゃんも。お前、東じゃん。西大陸だって。西大陸。なんと見りゃわかるかな。西大陸だよ。西。切り替えていこう。のぞみは、ちくわまる。気持ちよくないって自分で言ってた。わらわら。だろ？なんだか、わら。大陸選べないんだもん。わら。西大陸選べるって、ヌイヤと、エルフのどっちか。ヌイヤとエルフ。あ、ヌイヤとエルフ。ヌイヤとエルフだって。ヌイヤとエルフだけだよ。迷うな。と気持ち悪いよな。あり。はい、とんでもない。あ、これでいいの。謎についてだから、香川とよっさんにも抱かれろ。おはよっさんとこんつってと、大変だ。気持ち悪いって言うなよ。種族で選べる大陸が決まってるんだな。決まってる決まってる。話聞きながら、お好み食ったらもんじゃになって帰ってきた。マジで。木があと9個か。佐野と達夫エキス吸収してるな、のぞみ。な。最悪だよな。黒いわ。のぞみを満足させられるのは、ニコ生の珍獣しかいないからな。あ、いや、積んだるか。オークションで。お金と覚悟は用意したるる。木材は高えな。野田にもやらせてあげよう。やらせないよ。2、3、のぞみ出ておいて。4、はいこんばんは。5、のぞみをクーレジデンスに派遣しようぜ。6、のぞみはごっつんするの。するんじゃない。8、9、あ、9でいいのか。他のお客さんも連れて。ごっくんすんじゃないと思う。カオリンもするの。のぞみは肌だよ。眉毛落としたん。落とした。あれ、のぞみ、しかね、ドリームウーマン出ないかな。のぞみは下のお口でごっくんしてくれるらしいね。気持ち悪い。何個あったっけ。のぞみネタつきないね。1、2、3、4、5、6、え、1、2、3、4、5、6、もう一回教えて。やだやだよ。みんなのぞみ大好きなんだな。なのぞみなら醤油かけてごっくんするだろうな。確かにちょっと気持ち悪くなってきた。なってくんだろお前。ほんと気持ち悪くなってくる。気持ちになれよ。お前、俺姉ちゃんだろ。兄弟だぞお前。この話もうやめない。やめろ。体調悪くなってきた。誰かコメントで教えて。ノンタンの自動追尾ハゲ山250。あ、うまいな。あ、そう、自動追尾でうまいな。ごっくんごっくん。あ、石材じゃねえ。ごっくんごっくん言ってんじゃねえよお前。サメちゃんにカツラかぶせたのがのぞみだからな。最悪だろ。のぞみあんな顔してるくせに中出しにこだわってるらしい。わらわら。笑えねえか。ここは風呂談話室ですか。笑えねえか。のぞみだけに。カメムシがグレるのもよくわかるわ。わかるだろ。カツラ、わらわら。実はみんなのぞみ好き。いやまあまあ、それはわかるよ。それはわかるけど、ね、なんだかんださ、みんなさ、配信見てくれたり。のぞみ何回打退したんだよ。いや、一回もしないよ。一回もしてない、してない。
もう最悪や。社会がオフラインになりました。みんな好き？わかんないけど。望月てめえ。のぞみとぽんちゃんの子供が見たい。わらわら。それおかしくない？パイセンともしたんだってな、のぞみ。してねえよ。僕は身も近いんだぞ。パイセンとはしてねえよ。お前気持ち悪いんだ、マジパイセンとか。わら。パイセンだけはやめろ、ほんとに。すげえ俺機嫌悪くなってきたんだけど。パイセンだけはやめてくれ、ほんとに。もう、うなちゃんマンと立ちそうなあの映像が頭に思い浮かんで。今度、ユイガとの。ユイガと会ってないんですか？一回会ってんじゃん。二回ぐらい会ってんじゃん。わらわら。わらわら。パイセンの13発とのぞみのバキュームハラ。わらわら。お前らさ、ほんと最低だぞ。お姉ちゃんの紐はやめようね。わら。ほんとやめよう。ほんと。パイセンの奥空いてるよ。やったのかよ、わらわら。やっ、もう気持ち悪いよ、ほんとに。顔どんだけ投げんだよ。向こうで、金バイトしかやってないだって。もう最悪。せめて船長とかノブとかさ、その限界よになって。なんで金バイとかウナとかさ、タツオとか顔でかいやつばっかじゃん。金バイ、わらわら。静かにしようぜ。金バイか、わらわら。最悪や、もう。金バイも追加、わらわら。金バイと、わら。あ、最悪。金バイともやってるのか。やってんな。やっちゃうって最悪だね。やりまんじゃねえか。ガローは？わらわら。ガローは知らん。やったのか、わら。お気持ち悪い、ほんとに。嘘でもいい顔のやつええよ、わらわら。ほんとだよな。ひどいな、わら。何でしょう。うわ、もうやだ。今日追い詰めた理由ってそれ？今日飲まなきゃやってらんねえかもしんねえ。いらない。タツオ、金バイは金ねえんだからやめろ。わら。パイセン、私のぞみとなら何発でもやれますです。はい。気持ち悪いからもうやめない。やめましょう、ほんとに。ノンタンをトムさんに派遣しよう、遺産ゲット。北さんにしてもらえ。遺産ねえだろ、あいつ。立ってきた？立ってこねえ、バカ。うわ、最悪、具合悪くなってきた、ほんとに。改めて言う、お前の姉ちゃんすげえな。すごいよ。ショボングエ、ピュッピュッ。生主のゴッドマザーのぞみ、わらわら。さすが豪華のダブル何発でも送る。初めてサメちゃんが弱気なの見た。じゃ気持ち悪いんだ。金バエ、のぞみの穴兄弟多すぎ、わら。弱気なんじゃない？すげえ気持ち悪いんだよ。お前の顔気持ち悪いだろってさ、あの顔でさ、金前と達夫とうなちゃんとやってるで。最悪。メイキかもな。笑えないかな。グロばっかだな、わらわら。グロばっかだろ、お前。お姉ちゃんの紐は NG にしよう。サメちゃんもすごいけど、のぞみは。いやいや、俺は全然すごくない。デザートで対戦。デザートで。のぞみはあの声で穴に行ってたのか。レッドサンダーいくらなんだろうな。わろえろ。正反対者の佐野智則とやるだなんてすげえ派。ねえ。なるほど、なるほど、あーん。金映え、グロいわ。グロいだろ、お前。あれあれ、2個しかやってないって。誰が一番良かった？配信知らねえよ、誰が良かったかなんて。8個。東川さんがオンラインに。2万 !URL 省略。お前に姉ちゃん通だね。最後は誰と？いや、わかんないよ。カメムシも仕事辞めているよ。え、2万金マジで。じゃあ、うるさい。わら、発行はたたねえよ。のぞみに。のぞみに聞いてよ。誰が一番うまかった方。誰が一番うまかった？うん。うなちゃんマンは？達夫と。3P やったんじゃん。あ、そう、手番だけか。もうやだ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 。俺もうやだ。俺もうやだ。もう最悪もう。もうやだ。ほんとやだ。もうやだ。仕事辞めていいよ。わらわら。わらわら。もうやだ。板挟みのサメ。切れてる。最悪でしょ。頑張れ。金馬じゃった。も32歳。サメの気持ち。わら。俺が嫌だ。俺が嫌だ。サメちゃん、楽しんでるぜ。楽しんでるよ。地獄絵図だな、地獄絵図だろ。これは江戸になるわ。
最悪や。聞いてる？マリニャンさんがオンラインになりました。あ、ほんとマリニャン。のぞみんの ID、ダメージ系、絶叫系。知らねえよ。誰が一番良かったのかきっちり聞いて、金バイとしかやってない？うん、らしいよ。金バイ兄さん。ああ、もう最悪や、もうこれ、ほんとに。のぞみ、なら、さつき緑の方が、まだマシ。廊下さんに感謝してのぞみ差し出そう。のぞみ次は力也頼む。佐野さんって立たないんでしょ？金バイ君は。マイホームに桃入りが鮫島のことバカにしてますよ。笑。金バイは笑えるな。サメちゃんすっかり聞いちゃってる。2万金だって今レッドサンダー。わ、すげえ。側近で。頑張んなよ。ここの配信はすごいね。いや、2万金って言われてももう当たんねえよ。当たんの。7000金じゃないんだって今、2万金だって。レッドサンダー。金バイ、トキ、って言うらしいね。あ、そう。金バイは語り系。望みはいかに多いの？いや、わかんない。いや、2万金だって今、レッドサンダー。望みって行くときビクンビクンするの？するんじゃない？知らないけど。2万金か。のぞみ今何してるの？ドラクエやってんじゃん。ブラックサンダーは2万ブラックサンダーでいくらよ。2万金はだから7000金で3万ぐらいって言ってたでしょ。確か2万だっけ3万だ。1万金5万だ。10万ぐらいじゃん。10万しないかな。頑張りな。10万。10万ぐらい。のぞみ ID だめいきけ。買えねえよな、10万。じゃあ4万じゃ出ない。渡辺次郎美の彼女とまだ付き合ってるの？付き合ってねえよ。アホなことさせないように、のぞみのあそこ縫い合わせろ。ゲームの中のサメちゃんは働き者だね。働き者だよ。愛しのカジマはコツ。あ、いいよ。わらわら。本当男って穴があれば誰でもいいんだな。穴があればな。のぞみは拷問。お前、次のぞみが拷問とか言ったやつ、バンナ。え、キックなの？小さばは一番、金が高いからな。高いんだね。家建ててるの？そう、家建ててる。人形上皇よ100でも許す。不細工で俺は建たなかった。サメちゃんも望みでいけるよね？いけるわけねえだろ、お前。ぶっ飛ばすぞ。ごめんなさい。内容し許す。働き者なんだ俺は。穴があったら入れたいよ。このゲームにいくら使ったの？いや4万。ダサンがオフラインになりました。昨日と今日だけで4万。いや金はどうでもいいんだよ。いや、よくはないけど。いやー、レッドサンダー当ててえな。オークションで側近に。雨降ってないんじゃない？わかんない。いや、降ってないと思った。もう課金するなよ、切りないぞ。なあ、切りないな。2万金かでも。そう、50円と考えて。誰の気持ちわかるわ、ダブル俺も兄弟の話されると発揮するわ。発揮するんだろ。つまり、10金が50円と考えて、単純計算10万か。桃山いないのか？サメ降って血固まる。2万金って事実上でないって言ってるようなもんだ。まあな。いや、2万金も。したらレッドサンダー出るのにもったいない。出るかな？いや、もう金ないもん。もうビルドハウス優先したから。団員を食わせないといけないからね。そう。同級生のレベルじゃないもんな。うん。やっぱギルドハウス作んないと。でね、畑とかを、確保しとかないと、こいつら、金策ができない。やめてくれ、もう。望みは飢え死にしても、グラメンは食わせないと。そう。
で参ったな。不細工同士の重なりはきついものがある。きついものがある。みたいなことになってるな。わら、半日やって労働にいくらぐらい課金使うの？ファイナルファンタジー労働らへんの？労働の課金なんか言ったら気になるよ。サメちゃん、最近気になる生主いる？いない、一人もいない。いるわけないじゃん。興味ねえもん。の、ダさんがオンラインになりました。佐野さんって YouTube に投稿してるの？今、Gサバは100ゴールド530円もするから高騰しすぎ。50円だ、10金で。うわぁ、やっぱ10金50円高いよね。今高くなってる。俺が一回29円の時あったもん。10金。新規配信してないのはなんで？稲子とか気にならないの？サメちゃん全然なんだ。新規サバは基本高いよね。高いよね。今日仕事？ダツオとやったのいつ頃の話？いや、わかんない。D プラスぐらいんじゃない？やっぱね、高い、今。これが一番安い時で29円だったもん。性犯罪者の佐野智則は投稿してないと思うよ。会議終わった。ダブル借りやすいな。うん。聖徳太子みたいですね。何人の話を一回に聞けるの？あれ、バグった。あれ、バグったな。佐野とやったのはいつ？のぞみちゃん、誰のが一番具合良かったの？わかんない。愛車壊れた？くしゃみすらかわ。いや、なんか変な。噂しとるな。他の佐野さんは YouTube 投稿してるだろうけど、性犯罪者の佐野さんは投稿してないわ。してないだろうね。なあ、もうほんと気持ち悪い。てか最近俺のこと意識してるよね。してねえ。やめたの？やめてないよ。なんかサメちゃんの T シャツドブ色だね。ドブ色？佐野ってマジで貢献したの？わかんない。なんかバグってんぞ、これ。まだ、のぞみの話してんの。アキラさんがオフラインになりました。なんかバグってる。ガチで聖徳？金梅はサメちゃんの義理の兄なの？誰のが一番大きかったのか聞いて。もういいよ。サメちゃんなんで口開いてんの？気持ち悪いよ、マジで。ないわ、ほんとに。最悪だ、お前ら。最悪なこと言ってるよ、もう。バカなんじゃないの、お前ら。なんも面白くないからね。金梅バグ発生。ごめんなさい。ごめんなさいじゃないよ。カオリンだけはやめて。ごめんなさい。あれ、ファインね。この話今日初めて知ったの？違うよ、前から知ってるよ。なんかバグってんな。ほんと、バカ多い。バカ、お前もだよ。なるほど。なるほどじゃねえよ。何今のハーハー言ってる声。言ってねえよ。俺もだよ。気持ち悪いよ。ほんとにさ、俺は一生懸命家建ててんだよ。特になし。そういう時の時、のぞみとタツオとハゲで乗り込んでなかった？乗り込んだな。マジタク見てるの。アーキエイト。あ、マジタク見てんの？そんな話いちいち弟に報告するんか？するよ。変えた？サメちゃんくれてもいいよ。ん？あ、ごめんごめん。ピクシーわかんない。見てない。そうじゃないんだ。俺見てねえから今。コメント。ピクシーだった。性犯罪者の友のりが兄さんとかどんな罰ゲーム？わら。本当だよな。最悪だよな。いや、まあもうやめよ、気持ち悪いから。教育、サメちゃん超つけ麺。初めて聞いたとき笑えた？え？笑ったよ。対策にスカイプしようぜ。しないよ、もう。家作ってんだから。その子供最強だな。なあ。佐野とタツオは同時期？いや、多分同時期じゃんや。てか 3P だ。気持ちいいなし。もう、うるせえな。あ、姉ちゃんレベルガンガン上がってんじゃん。俺は、姉ちゃんの紐は NG。としか書いてないよな。まあな。みんなすごいな。サメちゃん、髪の子、揚げパン顔。ああ。まあもう。はい、ここまでで、ザッツオール。ザッツオールで。もう家がもうすぐできるわ。姉ちゃんやりてやな。ね。
3P って2つ同時に加えてるだろ。もうやめようかな配信今日。気持ち悪くなってきた具合が。カメムシ落ち込んでるの？落ち込んではないよ別に。気持ち悪いだけ。その時の描写聞いた？いやもうやめて本当にもう。ダメよダメよダメダメ。今日まだパン食ってないんじゃない？もうやめて。え食べてるよ。やめてもう描写とか。確かにキモい。気持ち悪いね。姉ちゃん米聞いちゃったか。気持ち悪いよ。強くなる。ゲーム水だよそれ。頂点3の値段。違うから。23,015。望みの話はやめよう。配信やめてほしくない。やめてくれよ。配信やめたくなるほどの体調不良。だから、匿名、姉ちゃんの下は NG だよ。最悪。姉ちゃん、精神攻撃すげえな、わら。ありのままの姿で加えてるのよよー。サメよ、サメ、サメ。カメムシ最高。ガチ性犯罪者のためともノリノを加えるのは辛すぎ。クリントン心臓やばいらしいな、わらわら。心配は行くときでってっていうの？あ、そう、クリントンやばいんだ。聞いてる聞いてる。クリリーン。聞いてはないけど、別に。疲れてんだよ、今。とりあえずまあ、これで、あと1個でできるから。詳しく聞いたのか？いや、詳しく。は家建ててんだぞー。そうだ、家建てて、俺は忙しいんだぞ、お前。お前ら絶対6時間来るぞ。俺は暇じゃないんだよ。になりました。俺は忙しいんだよ、今。家建ててんだよ。邪魔すんなよ。切り替えてこ。切り替えてこ。早く家建てろ。もうできる。これだと2回ロールを使えばできるんじゃないか。サメちゃん、最高。きちんと答えてくれる。まあまあまあ。これで家できるんだよ。あの森はあそこから出たもので眉湖ちゃんができたんだね。しみじみ。匿名で、変なやつ、多い。廊下線の時から。変なやつ多いな。匿名で変なやつ多いな。タマホームさ、お前が詳しく言うまで何度も聞くぞ。いや、別に詳しくは話さないけど。あれ、あと1個か。あったあった。あ、もう最悪や。詳しくも何も知らねえよ、俺は。うなちゃんまに聞けよ。変だから匿名なんだよ、わら。あ、そっか。俺に聞かれてわかるわね。わらぶきでよくねえ？わらぶきじゃないよ。立派な、まあ、1階建てだけど、でかい家ができるはずよ。多分、100個ぐらい家具が置けるやつ。サメちゃんの建てた家は燃やせるの？燃やせねえよ。ここは壊せない。なんか多分保護地区じゃなかったら壊せんのかもしれないけど、ここは壊せないと思う。ここは保護エリアだ。全然進まねえからだろ。進んでるよ、バカ。みたいに主張してるくせに、変なやつとか笑わせるわな。西谷、だから井の頭先輩でよろう。3階建て？いや、1階建て。建物だね。潰れた、わらわら。ヘーベルハウスの鉄筋3階建てが、お、す、す、め。でかいな。でかいだろ。中古？中古じゃねえ、新品だよ。夢が来週面接らしいぞ。マジで、春山に建てるな、家建てろ。まだあるや。佐野建築プロジェクトがおすすめに決まってるだろうが。まあでかいよ。見てたよね。見てねえよ。現る。丸太と何がいるんだろうな。畳の部屋とかできる？家建てるなら畳はできない。だろわらわら。家具が欲しいね。いや家具とか売ってるよ。売ってるけど。ここ米面白いね。まあまあコメントは面白いけど俺は具合悪い。丸太何本だってな。覚悟は用意したるる。外壁どうするの？外壁、いや、外壁っていうかね、とりあえず、まあ、今考えてる。柵とかも必要だから、でも。ないだろ。募金か。家庭菜園もやろうね。家庭菜園やる。釣りまでいら立てろ。そのためにはカカシクエをやってくんないと困るんだ。装備してねえや。ナスだけは気をつけろよ。な、ナスだけはな。サメちゃん、天城振って住所バレるってマジなの？記憶の変化。天城バレない今。
自爆霊に気をつけろよマジで。家庭菜園とかうちが荒らしたって自演するの？しないよ、言うなさい。記憶のインクだ。記憶のインクなわけだ。脱税農園作ったら笑えるな、わらわら。脱税農園、いや、脱税農園ってかもうこれは納税してるから。お金と覚悟は用意したるる？記憶のインク。ナスは熟しすぎると種が大きくなって食べれなくなるんだ。記憶のインク言ってないんだ。記憶のインクってあれか、雑貨商品か。野菜がオフラインになりました。良い品物を手に入れるためには、雑貨かな。いらっしゃい。品揃えが豊富よ。あ、これだ。こんばんは。はい、こんばんは。の、打算がオンラインになりました。キュウリとナスビは昼も夜も便利ですよね。ね。さ、ね、さ、サメちゃん聞いたよ。サメちゃんこんばんは。はい、こんばんは。にゃんにゃんの愛ちゃんだ。にゃんにゃんの愛ちゃん。次回のご来店を心待ちにしてる。50ポイントを匿名。ありがとうございます。ナスは取られるから注意してね。わら。ぶどう屋に作るにはかかし立てて菜園作るの？気をつけろ。佐野とタツオとのぞみが賛否してるぞ。にゃんにゃんの愛ちゃんです。サメちゃんよろしくお願いします。いらっしゃいませ。これでここにワープできるから。サメちゃんは、更新所で働いたらいいと思うのは俺だけか？マジで。姉ちゃん。お前じゃねえ。ちょっと4545するからサメちゃん黙ってて。豚骨ラーメンお気に入りの山本です。和骨。姉ちゃん、ちょっと家までここまで来てくれる？ギルドハウス完成したから、コピーしてほしいんだ、これ。テレポ位置を記憶できるから。収穫するとき下手の部分にトゲがある。気をつけよう。マジで。あ、ナスね。ナスは痛いよね、トゲね。90本。のぞみ反応、わら。場所どこっすか？今俺がいる場所なんだけど。ちょ待って。ここ。今マークした。あ、今いないのか、すぐそばに。そうだ、ナスよ。トマトも植えよう。あ、ホワイトレストに、あ、ん？グランドル？ゆえが組長の現役復活に一言お願いします。ここに、いや、ゆえが組長は知らんけど。ゆえが組長はどうでもいいけど。枝豆も買えば高い。植えてたくさん食べよう。枝豆な、買えば高いよな。やっぱり、そうだ、ナスよねー。ナスだね、ナスだよね、やっぱね。のぞみ、明日新聞熱いぞ。明日新聞熱い？あ、これできちゃう。あ、できないか。よかった。あれ、ここ、かかし立たない。ルビーズ入れたい。あれ、ここ、かかし立たねえんだ。フェンスも作るんだね。フェンスはできてるもと。これは違う。建築地はここ住宅か。え、ここかかし立たないんだ。あ、中型大型しか立たないんだ、ここ。ここかかし立たないんだ。いや、つまりここ全面使えるわ。農園として。フェンス多分置けねえな、これ。のぞみ、コピーしとけよ。まあいいや、とりあえずここに、作物植えまくれば。今は何やってるの？今、とりあえず、ギルドハウス設立。あ、ここ家しか建たないんだ。2階建てか、すげえな。ちょっとなんかしょぼいな。作物植えることができるの？そう、作物育てればね。でもわかんない。ここをかかしておけないから、家の周りにしかできねえな。家の周りしかできない。まあ、いっか。家具売ってっかな。トレードに来たるる？家具。
制作、室内装飾、家具。勝手に農園にしていいの？いや、農園にしていいのってか、まあ、盗まれる可能性あるけど。カメムシ来たよ。おい。画面からカメムシの匂いがするぞ。マジで？椎茸栽培もやろう。いいことはするぞ。のぞみのぺったん。ごめんなさい。いいよいいよ、謝んなくて。何がいるかな。ぺったんってなんだっけ。ぺったんってカオリンの技だね。のぞみカットインはよ。カットインしないよ。40個。あ、違う。何個入んだこれ。10個か。370金。70個アイテムが使用できる。盗まれたらどうするの？のぞみ配信はよ。盗まれないよ。370個買っとこう。これ買って、家具がな。これなんてゲーム？これアーキエイジ。まあ、家具はいいや。良い品物を手に。アーキエイジっていうゲーム。ここを、マークしてくれれば、あ、やべ、家具忘れた。もらってねえわ。やべ、もうこのメールボックス行くのがめんどくせえんだよ。URL 省略。はいはい。右上イケメン。うん、ありがとう。サメちゃん、いつも元気ありがとう。とんでもない、こちらこそいつも。パソコンじゃできないゲーム。マジか。何の気に数かところ穴開けて金を入れればいい。朝夕、水を。いや、まあ知ってるよ。シータメン、シータメンのコマ付けは知ってるけど。これで、名人の箱、でかいな、結構。サメちゃん、今日もパンだけ？パンだけだよ。それ相応のスペックないとできないの？まあ、できないね。うん、それなりじゃないとできないね。ギルドって何キーで確認できるの？ん？何キーで？シフトとキー。シフトボタンを押しながらキーを押すと、衛星から見れるよ。ん？あ、そう、ミドルレンジでできる。まあ、ある程度要求されるね、スペックは。あれ、まだ来れないかな、姉ちゃん。できれば早く来てほしい。あ、今向かってるから。寒冷をかければいいよ。姉ちゃん、メーフの石で飛んできて。メーフの石で。46個。うん。多分下まで飛んでこないと来れないから、ここちょっと不便だけど、ここで野良農園やったらちょっとあれだもんな。この家はどうなの？ダサいなお前のやり方。いや、ダサくねえよ。あ、この家でげえな。やっぱ存在感あるね。でもこれすげえ高いと思う。多分2000金ぐらいすると思う。2階だって。昼間4時間配信したっけ？昼間4時間ぐらいかな。4、5時間じゃない。うわ、何も置いてないんだ。立てたっきりか。立てたっきりか。あとあそこだろう。5時間しかやってないよ。5時間やれば十分だろうがよ。5時間しかってなんだよ、5時間しかって。